FM 93.0 AM 1242 日本放送です。ナイツザ・ラディオショー。日本放送おっきの皆さん、こんにちは。ナイツの土屋信之です。花信之です。火曜パート内席スタート山崎圭です、はい、ナイツザ・ラジオショーです、うん、本日もよろしくお願いします、はい、お願いします。今日は最後ですよ、火曜日、ねえ、今年も1年、ね、ありますね。あっという間でしたね。あっという間ですよね、毎年ね。本当ですよ。で、いや、冬休みとかあるの？あ、ないです、ないです。年末年始も。あ、でも、なんか元旦は私は休みでした。うん、あ、そう、はい、山添が、うん、なんか山添がやっぱ最近忙しくて、うん、なんか元旦なんか入ってたんですけど、うん、山添の仕事のあれか分かんなくなくなってたんで、うん、1日お休みになりました。はい、正月もさ、あれやってんの、はい、ルミネって。やってますやってます。劇場はもう全部稼働してます。やってるんだ。はい。もうむしろあれか、見に行きたいんだ、初笑いみたいな。そうですね、結構お客さんいらっしゃいますね。だから1日以外は多分ほとんど劇場入ってると思います。うわー、大変だね。はい、すごいね。ありがたいですけどね、お正月からお仕事いただいて、全部やってんの？ルミネとか神保町花月とかさ、全部やってる。昔は、うん、あのもうカウントダウンしてオールナイトライブやって、うん、またその後またもうだから2日ぐらいみんな寝れ若手は寝られないみたいな。もう夜中もずっとライブやってる。そうです、そうです。お客さんも寝てて、こう誰のために。お客さん寝てるの？お客さんめっちゃ寝るんですよ、オールナイトライブで。こっちもめちゃくちゃ眠たいし、こう誰のためになんでやこんなことしてるんだろうと思いながらみんなでやってました。スタッフも寝てんの？スタッフは分かろうって言ってたと思いますけど、本当に辛かったですね、若手の時は。お客さん寝てるんだ。だからコロナ禍になってカウントダウンとかなくなったんで、あ、普通ちゃんと年越しを家でできるようになりましたね。オールナイトライブなんかないよね、やったことあるかな、いや、ないないない。浅草とか意外と来るかもわかんないですよ、ね、なんか一回やろうとしたよね、なんか24時間東洋館みたいなのやろうとして、何がダメだったんだっけな。師匠の体力じゃない？あ、そうだそうだ、技術面とかじゃなくて師匠がめちゃくちゃ反対したんだよ。誰が夜中起きてるんだっつって、うん、でそれまあなんか企画だけ持ち上がっただけだよね。なんか、100周年あれ、ギネスみたいのをちょっと東洋館で作ろうってなったんだよね、理事会で。それで稽古師匠の、うん、稽古師匠の最高齢、うん、芸人なんじゃないかって。そう、もしかしたら、はい、日本世界にいる中で最高齢芸人、うん、女性芸人じゃないかって言って、うん、ギネスにやろうとしたんだけど、うん、なんか申請に結構お金かかるらしくて、そんな金ないっつって悲しい理由を、稽古師匠のいないとこでもう、うん、そんな金出せるかっつって なくなってなんか嫌な理由ですね。そうそうそう、ね、そういうのがダメなんだよね、結局ね。そうそう、ね、お金出せない。なんか話題になることしようっつって、うん、なんかいろいろ考えた時に、うん、24時間東洋館でやるのはどうですかとか、なんかそんなのも言ったかもしれないね。そうね、あったかもしれない。大反対にあったんですね。もう大反対師匠たち、うん、結構そうなんだよね、うん。ギネスってお金かかるんだよね。お金かかるんだよね。認定員の人を呼んで、呼んだりするやるってなるとね。そう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 。そうなんですね。そうなんだ、あれ。それでみんななんか、じゃあいいやってなっちゃうらしいよ。勝手に提案して、勝手に辞めたんですね。うん、勝手に辞めたの。実現ならずですね、あれは。そう、あった。ね、ちょっと鼻声でね、すいません。ね、だいぶ鼻声わかりますか？うん。鼻詰まってんだよね。さっきの方が。最初よりは、ちょっと、打ち合わせの時はもう全然。どうしたどうしたっていうぐらい鼻声でしょ？うん、詰まっちゃって。朝もっと出てなくてさ。うん、で、来て、はい、鼻、みんなから言われたから、鼻声。うん、そこの、ドラッグストアに行ったら、はい、行って、もう結構ギリギリだったから、はい、鼻詰まりのって言ったら、うん、そのすごい速さで出してきたから、なんかその呼吸が合ってたよね、店員さんの。あ、すいません、鼻詰まりなんですけど、そこ、はいはい、こちらでっつって、うん、すごい気持ちよかったもん。なんかもう流行ってんじゃないですか、だから流行ってんのかな。鼻詰まりの方が今日は多いから、あ、この年末ドラッグストア駆け込んでくる人、駆け込んでくる人、うん、みんな、うん、あ、できるなと思って、唐揚げくん頼んだぐらいの速さで、唐揚げも食べたんだけど、うん、ホットスナック出すぐらいの感じで、ホットスナック、はいはいはいっつって、もう流れるように出してね、よかったね、今なんか飲んだから少しね、あれ、そうかもしれないですね、そうだね、うん、やだね、鼻詰まりって、嫌ですね、風邪もなんか流行ってるんだよね、多分、ね、風邪流行ってんだよね、嫌だね、この時期はね、だよ、本当に、熱はないんだけどさ、うん、そうそう、やっぱ M1 がなんか終わるとちょっと気抜くんだろうね、うん、確かに M1 まではなんとしても
倒れられないですもんね。その、まあ、審査員が何年やるかわからないけど、うん、その、結構だからさ、他の人よりもさ、うんうん、なんだろう、卒業っていうのがわからないじゃん、はい。15年とか関係ないから、うん。だから、いつまでやるんだろうね。なんかこういう、よく考えたらね。審査員とか。うん、わかんないですね。M1、M1終わって、うん、M1 よりなんか大きい、仕事ってないじゃん。年忘れ漫才公演とかだどうだっていいんだからね。いやいや、そんなはっきりと言わなくてもいいですか、ピンポイントで。そんな名前出して言わなくていいんだよ、そんなこと。いいんだよ、それぞれ。ね、まあ、特番なんだから。まあ、M1 でね、うん、思い出したんですけど、はい、昨日、テレビ東京の特番でね、はい、世界でなんでそんな日本の歌知ってるのって、うん、なんか、昔、何年か前に一回やったやつで、はい、そのまた、久々に収録みたいなのがあって、うん、ABCG の河合くんが、はい、MC でやったんだけど、うん、そのモニターをずっと見るだけなんだけど、うん、すっごい面白くて、うん、それで、海外にね、ほんとこの最近、うん、ワールドカップの時期にスペインとか行ったり、うん、なんかいろいろして、アナウンサーが、インタビュアーがさ、ディレクターが行って、うん、で、日本のなんか歌う、なんか歌えますみたいなことをやるんだけど、うん、その、結構日本の、歌をみんな歌えるの、ね、知ってるんだ。海外の人が。スペインとかで、そう。何を知ってんの？それが、まずなんか、三つぐらいパターンあって、うん、やっぱりこう、アルゼンチンとかだと、日系の方が結構多いわけです、うん、ああ、そうか。もう移住して、うん、で、おばあちゃんが演歌聴いてたとか、うん、ブラジルとか、うん、結構そういうの多いんだけど、うん、でもほとんどがもう、TikTok、YouTube で、しかも80年代の、うん、シティポップ、山下達郎さんとか、はははあれが TikTok で、世界中の人がみんな聴いてて、で、ちょっと名前忘れちゃったけど、誰かの曲が、もう一回、なんかその TikTok のランキングで1位になって、なんか今流行ってるって聞きました。はい。昔の歌？昔の歌が。昔の日本の曲が。80年代の。なんか、日本人でも知らない感じの曲でした。あんまり、日本、僕もなんかあんまり、記憶なかった曲とか。なんでそれが TikTok で1位？なんか、それを誰かが、インフルエンサーが、やっぱりいろいろやって広めちゃったから、100万人登録いる人とかがやって、それでバズって、でそっから、なんか紐づいて、80年代の日本の曲みたいなのがめっちゃ流行って、もう海外の人めっちゃ歌うわけ。そんな、TikTok ってなんかまあ踊ってるイメージなんだけど、うん、その歌に乗せて踊りを披露してるみたいなのがバズってんの。そういうんじゃない？そう、あ、でも、ただ、ただ歌を。YouTube とかもそうだけど、ただ歌うだけ。うん、そのもう本家の歌が TikTok で短く。うん、そから、その、この歌いいなってなって、でも踊りとかあんま見てないんで、うんうんうん、歌がいいなってなって、で、この歌なんだろうってネットで調べたら、もう YouTube に出てきて、うんうん、さあ日本のこの歌手の歌だっつって、そっから CD 集めたりとか、うん。なるほど。して、るんだよね。それでもう本当なんか昔の80年代のこの例えばまあちょっと前その後だと徳永英明さんを歌う20歳ぐらいのなんかイタリア人とかレニブルモーとかさ普通に歌えんだよね。もうすっごい流行っててその中でなんかお笑いも好きですとかつって、M1 毎年見てますとかってやつってどうやって見てんのかわかんないんだけど。翻訳されてないはずじゃないですか。確かに日本語は喋れんのその人。日本語は、日本語学校かなんか多分行ってるから、お笑い好きですとかって言ってさ、うん。だから M1 とかも見てる人いるんだよね、海外で。びっくりしたよね。だから思ってる以上に、なんか世界との距離近いってことだよね。そうだね。確かにそうかもしれない。もう無理だと思ってたけどね、漫才なんか海外の人。そうそう。わかんないって勝手に決めつけてたけど。昨日You は何しに日本へ見てたんですけど、うんうんうん、家で。それバナナマンさんのことが好きだっていう外国の方がいて、うんうんうん、やっぱ日本語の勉強するのに、バナナマンさんのコントを何回も見て、最初はもちろん意味わからないけど、だんだん、あ、こういうことを言って、こういうこと言って、なんか何回も何回も見てるうちに分かってきて、なんか勉強、それを書き出して文字にしたりとか、勉強になったって言ってた。やっぱ同じパッケ、4分5分ぐらいのものをずっと見続けるっていうのが、もしかしたら勉強になるのかも。お笑いが特に、いいのかもしれない。今、子供が、そのなんか、まあ、英語の先生いるんだけど、その英語の先生に、スポンジボブ見なって言われて、スポンジボブを、スポンジボブね。そう、英語で、で、英語の字幕で、うん、あ、英語、英語の字幕で。英語の字幕で見ると、だんだんこう、読解力ついてくるよっていう。でも、フワちゃんがあれじゃん、フワちゃん、スポンジボブばっか見て。スポンジボブで、うん。
笑いのから生み出した化け物と言われてるから、ね、そうだったんだ。笑いの振りとかをじゃあスポンジ部分に回るんだもんで、うん、ああいう風になるのかな、なるかもしれないですね。ずっとスポンジボブ見てるから今家で。あ、そう。まあそうだね。結構だからそのお笑いに興味持てば、海外のものでも、ね、語学力つくのかもしれない。そうそうそう。でも今、パッてさ、イタリアの曲歌えるとかさ、歌えないでしょ。こんな、ね、実はそうっていうのはあるかもしれないですけど、全然出てこないです。日本のやっぱり曲ってすごいんだよね。日本の、だほとんどあとアニメね。アニメね。アニメの主題歌だったら、海外人気かなと思うけど、でもその、海外のアニメのオンエアって、日本の、何、アニソンでそのまま流してる。いやいや、流してないよ。流してない。だから、イタリアの、で、アドの新時代を歌った人とか出てたしね。へぇ、もうだから全部向こうの、アーティストが、向こうの言語で歌ってるとか。そう。アナ雪みたいな感じね。そう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 。そういう風にもう なってるよ、ね。海外にも全部いるみたいで。へぇ、すごい時代だよね。ね、そうですね。まあ見られてるんだ。TikTok で、なんか、まあ TikTok わかんない。英語で、なんか漫才とかさ、やったりしたら意外に、バズんのかな。なんかね、うちらのネタ一個だけね、あってね、うん、でそれをなんかあれやろうとしたけど、な厚切りジェイソンだっけ、なんか言われたよね、外国人芸人にこれすごい、なんか絶対厚切りジェイソンだっけ、アメリカで、アイクヌアラだっけ、アイクヌアラ、アイクヌアラ、アイクヌアラ、超新宿のアイクヌアラ、そう、なんかこれ絶対外国で行けますよとかって言われたんだけどさ、内容としてはなんか、高尾山田とかさ、キャリークッションボーイとか、ザ・ビートル、外国人分からない、分からねえだろっていうような、安広新井、吉木今村、ひろとしえと、高尾山田、いつズートルビーって言うの、絶対分かんない、絶対分かんない、絶対分かんない、 100% 分かんないですよ。アイクヌアラはこれで外国行けるっつうんだけど、日本人だって若い人分かんない、マイケル・ジャクチョー、マイケル・ジャクチョー、ジャクション、マイケル・ジャクチョー、ジャクソン、ジャクチョー、ジャクチョーイズ、ジャパニーズスキンヘッドレディー、スキンヘッドレディーわかんないよね。あ、そうそうそう。絶対わかんない。で、マイケル・シャクソンつって、ジャクチョーズボスとかって言って。めっちゃ面白いですだけどね。わかんないよね、あれね。絶対外国の人ね。絶対わかんないですよ。わかんないか。そういうことじゃないんだろうね、多分ね。錦鯉とか見てる外国人。ハローシャラップってやんの。ゆっくり、うん、ゆっくり。ハロー、いけんのかな、でやんのかな。関西弁とかのニュアンスとかね。そうですよね。どうすんだろうね。本当だよね。外国やっぱとか。そう、なんでやねんっていうのは。なんでやねんのはやっぱり、怖い。切れ味って外国人で伝わんないでしょ。確かに、なんでやねんって、なんて、why なのか、なんて言うんですかね。ね。そうそうそう。なんでやねんだけはもう、なんでだよとかって、英語で、日本語で言うのがいいのかもしれない。確かに、もうそういうものだっていうことにして。そうだね。そうそうそう。浅草キッドもネットフリックスだったから、一応なんか外国語を訳で、多分全世界に配信をされてるんだよね。だから多分漫才のシーンも多分、その、字幕に現地でるとこでしょ、字幕、いやもう多分、あの、吹き替えも。吹き替えでやってるの？吹き替えもあったよ。あ、そうなんだ。英語のやつだけちょっとだけ見たけど。へぇ、そう、だから、一応そういうのはしてるんじゃない？すごいね。ねぇ。いや、ね、難しいよね。ねぇ。その、なんか、面白かったよ、昨日のその番組も。面白そう。だってさ、まあ、どこまでちょっと言っちゃったらわかんないけどさ、あの、ワールドカップのさ、スペインとさ、日本戦をさ、やってるとこのさ、スペインのバーに行ってさ、あの、ここだと日本人いるかもしれないです。試合中にさ、あの、日本、捨てる日本語、日本の歌ありますかって聞いて、いや、みんなサッカー見てんだよ。スタッフは、試合中に？試合中に。ちょっとあっち行ってくれとか。そういうスポーツバーとかで見たりはするんだ、向こうでも。見てる見てる。同じようにやってんだ。そうそうそう。そう。そこ行って。そこ行ったりしたからね。それどころじゃない。それどころじゃないよ。嫌でしょ、逆だったのだって。日本で渋谷でみんな盛り上がってたの。そうそう。スペインの歌してますから。やばい YouTuber が来たと思う。そうだよね。嫌だよ、それ。そう、面白かったな。昨日、あとあれですね。あの、地下芸人ラジオを、まあ12月26日、まあ今日最後の。年内最後の地下。最後で。地下ラジ？あれ、いつも火曜日じゃなかった？火曜日だったんですけど、あの、明日、ちょっと朝早いじゃないですか。ああ、はい。あの、だからちょっと、
あの別にいつでもいいからこんなのこんなのどうせ暇なし出る芸人、うん、あ昨日にしようと思って昨日にしたんですよ、はいはい、で、まあ、菅野智之とね、はい、源泉四方線、まあ、源泉四方線がちょっと子供が生まれたっていうので、はい、お祝いもしたかったから、うん、その二人でやったんだけど、うん、まあ仲悪いんですよ、はい、あの吉本の同期で、はい、で本当にこうなんだろう、まあ空気が悪いわけ、うん、でじゃあちょっとこの力尻を今から告知ツイッター用に写真撮るねって写真撮って、うん、源泉四方線はいつものチョイスみたいなポーズするじゃん、うん、で撮り終わった後に、うん、うぬぼれんなよとかというわけ、うん、墓ちゃんがうぬぼれてんじゃねえよとか、うん、菅ちゃんね、すげえ変な空気になってさ、うん、で始まってさ、うん、それで今年1年どうでしたかみたいなことをやるんだけど、うん、なんかまあ墓ちゃんがね、うん、俺は結構いろいろライブはもう毎月やってましたね、うん、みたいなこと言うわけ、うん、だそのライブがねなんか集会所あるじゃないですか、うん、200円とかで借りれる、はい、そこを200円とかで借りて、うん、そこでなんかトーク&ネタライブみたいのをこうやってるらしいんだよね、うんうん、なんかそもそもそうあんま良くないらしいんだよ、集会お金取ったりしたら上で、そうそう、うん、だからいくらっていうのは言わないで、うん、投げ銭にしてるらしいの、うん、終わってなんか良かったらいくらでも払ってくださいみたいな、うんうん、でそれをなんかすごい俺もマジでめちゃくちゃライブやってますしみたいなこと言うんだけど、うん、なんか それに対して源泉四方線が一回見に行ったことあるらしいんだよね、うん、そのハガちゃんのライブを、うん、そしたらお客さんが一人しかいなかったの、うん、ね、集会場で、うん、でそれを源泉四方線は後ろでこう見てたらしいんだけど、うん、そのおじさんがずっとハガちゃんに、うん、君はなんで売れる気あるのとかずっと質問をしてなんでこんなことやってんのとかって、え、質問できるのお客さんが、うん、1対1のただのなんか対話の会になっちゃってて、うんうん、そのおじさんしか来ないんだ、いくら告知しても、そのおじさんいつも来てくれる、そのおじさんだけいつも多分応援してくれてるから来るらしいんだよね、いつも一人なの、そうで、なんかまあまあ僕来たけど、うん、君はこれ何なの毎回これやってるけどみたいな、うん、ちゃんとやる気あるのみたいなのずっと1時間喋って終わっちゃうんだ、うん、それで、うん、それを源泉四方線が一回見に行った時もそんな感じだったから、うん、いやさすがにそれからこれはダメじゃんみたいなことで、うんうん、だってそのツイッターにはネタもやるって書いてあるんだから、うん、って言ったんだって、うんうん、源泉四方線お客さんだから、うん、俺今日客で来てるから、うん、最後ネタやれよっつって、こんなこの人と喋ってばっかりでおかしいだろうっつって、うんうん、まあネタははい考えてますっつって、うん、やったネタがね、はい、まあサッカーの長友が名言残しましたよね、うん、ブラザー、あ間違えた、ブラジャー、あ間違えた、ブラボーっていうネタだった。まあちょっと俺の喉の調子が良くないんで。いや、そういう問題じゃない。そういう問題じゃない。はい。はい。ありがとうございます。穴声だからとかじゃないと思いますけど、今のは。これです。これです。これを やるんだって、最後に。はい。うん。で、その投げ銭で、うん、おじさんが上げて帰る、はい。一応でもおじさんは投げ銭してくれるんだ。投げ銭してくれる。へぇ、いくらぐらいしてくれるんだ、それがなんか1000円とか、あでもちょっとプラスなんです、ね、2000円ぐらいらしい、ね。だけど、まあそれがあって、うん、それで、まあ、じゃあ源泉四方線は今年どうだったかって言ったら、うん、まあ今年は新婚さんいらっしゃいに1月に、うんうん、あ4月か、はい、出ましたみたいなこと言って、うんうん、ああじゃあよかったね、じゃあお互いの年収を、お笑いの年収をね、うん、ちょっと発表しましょう、うん、源泉四方線からさ、俺2万円ですと、うん、新婚さんいらっしゃいのギャラです、うん、みたいな、いやそれしかないのかよみたいな、うん、あと全部ライブも、うん、もうプラスにはならないんで、うん、2万円なんですよ、うん、ハガちゃんがなんか、うんうん、はぁ、2万円なんだ、みたいな顔してる。菅野が。え、じゃあ、菅野智之いくらですか？え、俺ですか？俺2万3000。2万3000ですかね？つかつって。勝ったじゃん。え、ほんと？どういう計算なの？ 2 万3000したら。うんうん、そのおじさんからもらった額何回やったの、ライブ。知らないよ。それしか稼ぎないんだ、あいつ。収入源おじさんだけなの、おじさんだけなの。ファンのおじさん。ギャラって、そうはね。おひねりというか、なんていうか。お小遣いみたいな。お小遣いみたいな。で、まあ、最後に、源泉四方線、子供生まれたから、うん、赤ちゃんね、うん、よかったね、みたいな話してね、うん、よかったね、って言ったら、赤ちゃんが、うん、まあ、いいっすか、みたいな。
まあ、こんなこと言うのあれなんですけど、うん、売れてない芸人が子供生まれいるってどうなんすかとかって急に言い出してさ、うん、いや別にいいじゃんそっからそれをこれから頑張ろうとしてんだから、うん、いやいやもうやめんの芸人やめるんだろ子供いるってことはとか言い出して、うん、いややめないよこれだ子供がいるから頑張るんだよとか、うん、いやそれはなんか俺は納得いかないっすねみたいな、うん、やっぱりどっち取るかにした方がいいと思うんですよ急に。なんなのその、ハガちゃんのその時の口調なんなのそういう、なんのやつ、変なダークサイド持ってて。で、結構な、怖くなっちゃってさ、いや、そんな言わなくていいじゃん、みたいな。俺はもう全然、彼女とか、そういうの、あれ、子供とか、いらないんで、みたいなことを言ってね。で、変な空気になったから、またなんか、いろいろ話して、で、最後に、なんか、来年の、目標じゃ、うん、お互いそれぞれみたいなことで、うん、厳選し音声はまあちょっとまた来年もライブとかいっぱいやって頑張りますみたいな。ハガちゃんは、うん、なんかありますかって言ったら、まあまあもしよかったらというか、いろいろ考えてきたんですけど、うん、花さんの YouTube で、うん、鏑木さん彼女できたじゃないですか、うん、あれ俺でやってくれますか殺してやろうかなと思ってますよこいつ欲しいんだよ彼女欲しいんじゃん。羨ましかった。考えたんすよ。うん、そして言ってたよ。絶対やんないけどね。本当ダメだね、赤ちゃん相変わらずね。どうしようもないよね。どうしようもないね。なんで俺こんな年末に体調悪い中さ、やんなきゃいけない。なんかメール来てたもん、それで。はい。メール。地下芸人ラジオ。うん。八段階骨折さね、はい。この人もね、よく聞いてくれてるし、ね、いつも。昨日放送の力字を聞かせていただきました。いつも通りで楽しかったのですが、うん、一番最後の告知で驚愕しました。菅野智之さんが芸人として売れたら結婚するや、鏑木さんみたいな企画で彼女を欲しいと言っていましたが、その発言があったにもかかわらず、芸人としての仕事である12月29日に中野 TWL であるお笑いライブの告知を一切していなかったことにマジで驚きました。2ヶ月前に彼のネタを初めて生で見てからファンになりかけていたのにちょっと残念。あ、そうなんだ。すごいですね。その告知は一切なかった。ね。ソニークビになっちゃったからね、ハガちゃん。あ、そうなんだ。ソニーってクビってあるんですか？あるんだ。あるらしいよ。ソニーでクビになったらもうあとどこ行く？なんかみんなそのクビになった人たちが、ね、そう最後たどり着くっていうイメージでした。意味わかんないんだけどさ、うん、ソニーなんか辞めましたって言ったわけ、うんうん、退所しましたみたいなことで、うん、どういうことって言ったら、うん、まあ9割クビで1割自分の意思です。いやいやもうそれはクビなんかちょっとプライドがいやいや1割自分の意思なんだ。いやいやクビだよそれなんだその内訳、うん、そんなのあるの？クビになった。9割クビでっていう。つまんなすぎたんだけど。つまんなすぎて。え、理由？いや、わかんない、それは。な、遅刻があってとか、うん、そういうことじゃなくて、なんかその、期限までにネタ書いてこなくてとか、うん、そういうことじゃなくて。それはなんか、濁してたけどね。なんかずっとなんか、納得いかないって言ってたよ。納得いかない。吉本も、それで僕辞めたんですけど、うん、お客さんから、投票とかするじゃないですか。っていうのね。で、それが、いつも僕が少ないんですよ。それに納得いかないです。そういうもんじゃん。いや、そうですよ。事務所がね、そう裏で手回して、そうって思ってそのアンケートを工作してるんじゃないかと。って思ってるんだって、ずっと。いや、違うじゃん。俺たちもずっとそれでやってきたけど、それはお客さん呼べばいいじゃん。そうね。いや、違うんです。それは、多分違うんです。明らかに僕の方が受けてるんです。どうしたら信じてくれるかね。本当です。そんなの女芸人がどんだけ苦しんできたかって話ですよ。若い女の子たちばっかりで、チケットも売れない、お客さん票も入らないで、売れてる人たちみんな、だっておかずクラブなんて普通に売れてますけど、チケット全然売れないですから、今でも。そうなんだ。すごいね。それでもみんな頑張ってやってるんですから。おかずクラブ男芸人が、男のお客さんも、そんないないの？聞いたことないですね。男性ファンいない。だっておかずクラブとか、もう全めちゃくちゃテレビ出て、出始めた時とか、普通に地球売りしてましたからね、表で。そノルマがはけきらなくて。でみんなが、おかずクラブなんで、写真撮ってくださいよとかってくるじゃない、うん、チケット買わないと写真撮んないとか言って。で、チケット売ってましたよ。それぐらいやっぱ売れないし、票入んないしでやってるのに。聞かせてあげたかったね。本当ですよ。あいつには。本当にね。みんなその中で頑張ってるんだから。
それでさ、最後ね、うん、俺ちょっと源泉にご祝儀あげたわけよ、うん、あの子供に言ったらさ、うん、母ちゃんも用意してたんだよね、うん、ご祝儀、俺そこは偉いなと思って、なるほどね、人はありがとうとかって、うん、ちょっと意外だったみたいで、うん、心広いから俺つった自分で言わないじゃん普通、ね、本当ですね、俺心広いから、うん、なんか、うん、残念だね、本当にクズですね。そのちょっとお会いしたことない先輩にあれですけど、なんか今来てくんない山添の元で、なんかちょっと種類が違う、なんか本当の嫌なクズって何て言うんですか、ね、ギャンブルとかじゃなくて、うん、やっぱそのなそういう縁はあるからさ、好きになろうとはするんだけど、聞きながらね、好きになれるとこないかなって思って聞いてるんだけど、ね、なんか嫌なやつっていうクズっていうか、なかなかないんだよね。ないんだよね。本当ですね。いいとこないの？え？シンプルにいいとこ。いいとこはその集会場の予約めちゃくちゃ早い。あ、そうなんだ。うん、予約早いね。劇団スティックの稽古全部ハガちゃんが取ってくる。あ、すごいね。ああ、それありがたいですね。北集会場か南集会場どっちがいいですかっていうのもすごい早くてです。じゃあ南でみたいな。すごいね。それでもいいところですね。連絡が早い。素晴らしい。動きはめちゃくちゃ早い。フットワークが軽い。フットワーク軽いね。集会場予約が早い、ね。そう。うん、いいとこな。変なとこで頭良くなるんだよね、ああいう。売れない、あの、堀江っているんですよ、我々の弟子でさ。もう本当、なんかダメなんだけど、基本的にポンコツなんだけど、あの、もう、食っていくためのことだけは、すっごい頭良くなっちゃって、あの、税金のあの、控除とかだけめちゃくちゃ詳しいんだよね。ありますね、そういう人。いるでしょ？なんか、だから来年インボイス制度とか始まっちゃったらさ、はいはいはい、結構みんなやばいじゃん、うん、だからもうすごいなんかあれ焦ってて勉強しなきゃいけないって言って、売れようとかじゃないんだもん、まずその税の勉強本当です、すごいすごいで、たくましくはあるんだね、そういうたくましくはあるね、生きていく上での、そう、そういうのをね、詳しくなってたよ、そっか、国からこれだけやればもらえるとかね、そうダメだね、そんなのね、権田月一、権田月一、うん、知ってる？モノマネブルーと、はい、うん、モノマネブルーと、うん、ちょいマネブルーと、うん、違うの？三団体あるんだよ。そうですよね。知ってた？細かすぎて伝わらないモノマネ見てて、うん、あの、私あの、アモーレ橋本、うんうんうん、同期なんです、もともと。アモーレ橋本、そう、そう、その子たちがよく出てたじゃないですか、グループで。うんうん、だ違う人たちが出てきたから、うん、あれ橋本もさんいないじゃんと思って。あ、違うユニットがいっぱいいるんだと思って。あ、そうなんだ。そうなの。え、ミヤネ屋とか出てたのは、その、堀江のグループは。堀江は、うん、その3団体に、うん、なんか全部所属してないから、あ、そうなの？堀江はなんかフリーで、フリー？それにもフリーで。ゴンダが足りないときに。ゴンダが足りない。ゴンダは他にいないの？ゴンダいないの？ゴンダが堀江しかやらないから。いいところ見つけた。すごいじゃん、全団体だったの？今日はちょいマネブルーです。あれ、お前この前なんかモノマネブルーって言ってなかったっけ、うん、って間違えてる。したら、いや、3団体あるんですよ。ちょいマネ。モノマネブルー。モノマネジャパン、あ、うん、忘れた。ちょいマネジャパン、ちょいマネブルー、モノマネブルー。3団体あります。で、各団体が今、代表がいまして、この団体はアモーレ、橋本さんが。うん、まあ、昔、あ、今ブラボー始めてましたね。で、こっちはなんとかですっつって、うん、その人何の真似やってるの？酒井豪徳、酒井宏樹です。ああ、で逆ね、うん、あの長友の逆サイドね。そう、うん、酒井宏樹のモノマネだったらもう小酒井宏樹みたいな名前にしたらいいじゃんって言ったら、うんうんうん、なんかもう一人すっごい顔似てるスポーツ選手がいて、うん、その人もやりたいから名前は変えれなくて、なるほどね、両方いけるように、両方いけるてるの。してるらしくて、面白いんだよね、その。なんか統一してほしいね、それはね。統一してほしいの。で、よく見たら似てない人もいるじゃないですか。そうだからその3団体の本当に似てる人たちだけでちゃんとした一番強いのを作ってほしいですけど ね、 ちゃんとなんかそういう選ぶ監督がいないんだよね、多分ね。いないんだろうね。もうレベルは上がってんじゃない、やっぱりこう、あ、うん、やっぱ団体に分かれたことでレベル上がってる、うん、何のレベルが上がってる。招集するときにあのヨーロッパでみんな招集するんだよ、同じチームの間いろんなリーグに所属してる銀河系みたいになんだよ、だんだん集めてね、本当のジャパンができたらね、うん、できたらさ、面白くなるかもしれないけど、でまた WBC が始まると偽りジャパンが出てくる、偽りジャパンが出てくる、 そこも分かれてるからね、あっちもそうだよ、偽りジャパンと、偽りジャパンと、あと分かんない、分かんないんだけど、要するにあの桑田真澄の真似してる桑田真澄っていう人が割とあの
孤高の人なの。孤高、うん。一匹狼みたいな。一匹狼なの、クワタマスには。また、マスには単体で動いてるの。だから、ね、偽りジャパンに入ってないのよ。クワタマスにはね。うん、だから偽りジャパンは、また、いるのよ、そういう。なるほどね。派閥があるんですよね、派閥があるか。その偽りジャパンにいた菅野智之は、今回でも菅野投手入ってこないでしょ、多分。多分入ってこないね。ジャパンに入らないでしょ。こう入れないじゃん。入れないね。菅野智之、うん。偽りジャパン卒業。偽りジャパン入れないね。だから清宮の真似している子とかも、もう入れないよね。ああ、うん、そっか。そうそうそう。本当清宮の真似したい人、その前、たけしさんの真似やったからね。ビートたけしさんの。ああ、なんか似てないこともないか。清宮とたけしさん。だから原ちゃんの系譜だよな。そうですね。ユニバース原がたけしさんの真似も、清宮くんの真似もしてますね。そうだね。面白い、ね、面白い、ね、似てる人探すのね。面白いですね。面白いですね。注目です。WBC。WBC、そっちもね。注目です。あはい。わかりました。それでは、ねはい、そろそろ行きましょう。 This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show!ネイツラジオショー本日もよろしくお願いします。はい、さあ1時台にはですね、はい、ダイヤモンド野沢のクイズ面白丸々ございます、うん、野沢くん2週連続の登場です。はい、はい、そして2時台ゲストショーは、まんじゅう大帝国が登場です。いやすごいですね、まんじゅう大帝国。タイタンね、タイタンがね、すごい勢いがちょっと来てるから、はい、本当来年あたり行ってほしいけどね。まんじゅう大帝国、でもまんじゅう大帝国多分一番若いんでしょ。でもう ね、結構若くして映画の主演とかもやったりとか。そうだよ、あのリンゴの ね、うん、高田先生もお気に入りだった。そうなんだよ、日大だからね、期待されてますからね。その感じで大抵僕は今日日大のゲストです、はい、ラジオ機のあなたからのメールも募集します。あつさきけいちゃんお願いします。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com rs はラジオショーの頭文字アルファベット小文字で、ナイツさん私への質問メッセージもお待ちしてます。ツイッターはハッシュタグナイツラジオショーをつけてつぶやいてください。読まれた人全員とメールをくれた人の中から抽選で5名様に番組オリジナルグッズもプレゼント。メールには住所、本名、電話番号もお忘れなく。それではナイツラジオショー、この後3時30分までお付き合いお願いします。五木ひろしコンサート2023、来年1月27日金曜日午後2時から市川市文化会館、チケット好評発売中。お問い合わせは 03-3355-3553 IS まで。テレホン人生相談で半世紀以上相談者と向き合ってきた加藤泰造さんの本の第2弾、テレホン人生相談心の仮面を外そう、好評発売中。感情の変装に気づかないで悩んでいるあなたの心が軽くなるヒントがあるかも。スクープ JCB。 先輩、 JCB がキャッシュバックやってます。またキャッシュバックか。またです。味を占めたな JCB。 まあ嫌いな人いないですからね、キャッシュバックは。今度はアップルメディアサービスでミュージックもゲームも JCB カードを使うと 20% キャッシュバック。スクープ JCB で検索。来年の初詣はどうしようと思っているそこのあなた、来年厄年だけど厄払いをどうしようと考えているあなた、江戸時代から厄除けのお祖師様で親しまれている杉並堀之内妙法寺でお参りしませんか。妙法寺では正月三が日限定、祈願札の授与や、えと杯をお配りしております。また、全国どこからでも、厄除けのお祖様にお参りできる、リモート厄除けもしております。妙法寺ホームページの特設サイトから、
お申し込み、支納金の決済をしていただき、お申し込みいただいた時間になったら、オンライン会議ツール、ズームを開いて、スマホ、パソコンの画面の前で参拝できます。来年は、杉並堀之内妙法寺にお参りください。詳しくは、堀之内妙法寺で検索を。ドランクドラゴンの鈴木拓です。僕もドランクドラゴンの塚地武雅です。料理と実況を掛け合わせたグルメライブバラエティープログラムがポッドキャストで絶賛配信中。その名も IH クッキングライブショー。熱い実況と料理のしずる感をお届けします。聞いたら絶対お腹すきます。日本放送ポッドキャストステーションをチェック。続いて日本放送交通情報です。警視庁小池さん、お願いします。はい、お伝えします。首都高速道路の状況です。都心環状線の外回りは霞が関にトラックが故障して止まっているため、飯倉まで2キロ半渋滞しています。5号線の下りは板橋本町に乗用車が止まっているため4キロ半の渋滞です。埼玉大宮線下りの浦和北に大型車が止まっているため3キロの渋滞です。高速道路は東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近を先頭に12キロ渋滞しています。一般道路の状況です。千葉の国道357号線の浦安方面へ向かう西行きは船橋市浜町2丁目で事故のため断続的に3キロ半の渋滞です。日本道路交通情報センターの小池でした。小池さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分ごろお伝えします。初詣は一言主神社、厄除け、縁結び、商売繁盛。一言主の狼を祭り、ただ一言の願いもおろそかにしない一言主神社。初詣は茨城県常総市一言主神社へ。無料大駐車場も完備。ZOO!辛坊さん、頑張りますか。僕頑張らないです。僕頑張るつもりもとないです。ないです。僕はもう本を売っ飛ばしてですね、安楽に暮らす。夢の印税生活。頑張ってください。辛坊治郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。お聞きの番組は FM93、AM1242、ラジオで聞いても。ラジコで聞いても日本放送です。さあ、ナイツのラジオショー、うん、3時30分まで生放送です。はい、お願いします。改めてナイツの土屋です。花です。フェアパート内席スタート山崎圭です。さあ、この時間は日替わり企画をお送りします。月末火曜は特別企画、こちら、ダイヤモンドの座のクイズ面白まるまる年末スペシャル。お、年末スペシャル、いや来ました。年末スペシャル、野沢君はね、はい、なんか M1 の優勝してたらっていう仮の仕事が全部バラシになった、はいはい、から、なんかスケジュールがスカスカになってる。なんか、なんか楽しかったね、あの仮の時見てる時。そうですね、なんか M1 出て減った、なんか仕事が見えちゃうよね。仕事が減ったみたいな。そっか、はずはないんだけどね。全部そうだよね。あと、じゃあアナザーストーリーもさ、はい、あの全部密着して、もし優勝してたら、はい、そうですね、小沢君のお母さんに電話したからしてたんでしょ。そうですね、めっちゃ密着もいっぱいありましたし、全然映ってなかったです。そうだ、まあそんなもんだよね、はい、お父さんも今回4期目にね、なんか出馬するみたいなニュースになって。いやいや、黒岩知事のじゃないですよ、俺お父さん。親子っていうボケなの。息子息子じゃないんですよ。お父さんが知事。お父さん黒岩知事じゃないんですよ。見てないんだ。いつの間に俺息子になったんですか。それ統一してほしいよね。本人と間違えてるのか。お父さんじゃないですよ、ないんで、はい、ね。まだ2週連続ですけども、野沢君には今回は、うん、はい、じゃあ、まあクイズ面白いまるまるね、月一やってたこのコーナー、今年最後ですからね、はい、お願いします。はい、じゃあ改めて一応コーナー説明、一応説明します。こちら、僕が数年前からツイッターで毎日つぶやいてる面白まるまるっていうのをクイズ形式で出題する企画で、はいはい、まあ、例えば面白ステーションで街のホットとかいう、うん、なんかまあ、そうですね、いろんな面白い、うん、そういうのをやっていくっていう。これをもう今年はずっと大好きだよ、ね、番組やってました、うん、毎週やりたいんだから。当てたい。毎月1でやってます、うん、ね、はい、で今日は年末ということで、2022年に考えた面白まるまる、いいね、今
今年考えたやつっていうことで、うんうん、なるほど。じゃあ、はい、いきます、はい、第1問、うん、面白じゃない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 、違う違う違う、そういいね違います、面白じゃない、怖く出るし、面白じゃない、なんとかじゃない、じゃない方、なんとかじゃない、言うじゃない、あ、なんだっけ、面白い、誰だっけ、言うじゃない、ハタヨークさん、あ、そうだそうだ、ハタヨークさんじゃない、じゃない、じゃない、なんとかじゃない、なんとかじゃない、じゃない、まあ、じゃあ答えいきます、うん、はい、面白じゃない、とてもとてもじゃない、ああとてもじゃないって、なんだあれ、とてもじゃないってどういう意味だろう、とてもじゃないよねって言いますね、とてもじゃないです、うん、本当だね、よくわかんないです、意味も意味わかんないね、とても深いね、とてもじゃないけど、とてもじゃないけど、いいね、あれ面白い、日本語として、うん、これがやっぱ野沢くんの世界、ね、そう、真骨頂ですね、M1 これだけやれば、なんでこれだけやればって、うん、面白まるだけ、うん、おかしいでしょ、最下位でしょそれでも、じゃあいきます、はい、第2問、面白儲け、儲け、儲け、あボロ儲け、ボロ、あボロ儲けみたいな、なんとか儲け、うん、なんとか儲け、なんとか儲けですね、バカ儲け、あ違いますね、何儲け、儲けって他にある、なんかね、ありそうで出てこないな、うんうん、なんあ儲け、ちょっと儲かったなみたいな、なんとか儲け、うん、まあ、これちょっとそうですね、いきますか、はい、答え、うん、面白儲け、うん、骨折り損のくたびれ、あーそれそれ、本当だ、のくたびれ儲けだ、骨折り損のくたびれ儲けです、くたびれ儲けですよ、面白儲けは、あー言うのね、くたびれ儲けだ、そうだ、くたびれ儲けって言うよ、言う言う言う、これよこれこれよこれ日本語の面白さを教えてくれますね、本当だね、じゃあ第3問、はい、面白朝ドラスタッフ、朝ドラスタッフ、なんだ、朝ドラ、朝ドラのスタッフです、朝ドラスタッフ、朝ドラのスタッフ、あの大阪弁指導みたいなやつ、もうそれです、正解すごい、方言の言葉指導、言葉指導あるある、言葉指導ある、ある方言指導、方言指導、言葉指導って言ってんすよ、言葉指導、言葉指導って入ってる、じゃあ舞い上がれだと、あの、はい、五島列島、そう、五島列島ね、言葉指導が朝ドラはいるんですよ、絶対いる、ね、なるほどね、確かに言葉指導、面白、でもそうか、エンドロールね、まあ、エンドロールなんて言えばよかったか分かるんですけど、確かに言葉指導、まあそうです、朝ドラにしかいないんで、なるほど、ね、基本的にいいね、じゃあ第4問、はい、面白同期、同期です、ね、同期、同期じゃなくて警察とかのモチベーションとかの同期、事件の同期、事件の同期です、あ同期、同期、そうですね、あお金目当てとか、あそういうことです、なるほどね、あ、うん、どう、面白い同期、刑事ドラマとか見てたらよく出てくることなんですね、事件起こした同期ですね、あむしゃくしゃしたから、あ違います、あありそう、むしゃくしゃしたからスリルを味わいたから、あ違いますね、いいですね、なんだなんだろう、同期って、同期なんで、面白同期何の犯罪の同期かした、あ違います、あ正解は、うん、ついです、つい惜しいな。惜しかった。ついか。ついです。ついね。面白同期は。ついね。いいね。ついや。ついです。許されないな。あの、普段そういう脳みそだから、俺のやつもいい。はい、あ、いいです。あ、ね、花田さんが考えたやつ。はい、考えてるやろ？面白きよし。きよし。面白きよし。面白きよし。うわぁ。絶対ビートではないですもんね。ビートきよし？ビートか。違いますね。きよし。面白きよし。氷川じゃないですもんね。なんだ、きよし。きよし、なんとか、あ、まあ、ひかわじゃないですね。ひかわでもない。まあ、面白きよしですけどね。面白きよしですけどね。いいね、うん、え、何きよし、この夜的なことですか。まあ、違います、ね。人の名前。はい。夫婦楽団直々の旦那の方。それも面白いね。かおるこさんじゃない方ね。うん、何きよし。
一人しかちょっと一人しか分かってる。面白清志。面白清志、はい。松本。あ、違う。違いますね。違うんだ。え、あと清志っていう。清志。本当か清志。面白い。正解言いましょうか。はい。林下清志です。いくらで。清志だ。中条とかで引っかかるかな。ああ、なるほど。確かにね。そっちですもんね。面白かったですから。清志面白いね。中畑清志とか。さあ、いっぱいいるわ。清志面白い人多いですね。いや、でも一番面白いですね。ビッグダディが。一番面白い。一番面白いわ。林下清志。林下とか言うの。林下清志って言ってないもんな。そうか。いや、面白いですね。面白い。考えたよ、うん、うそうなんすね。一応僕は面白たけしはどんぐりなんですけどどんぐりたけしね。どんぐりたけしが面白たけしはどんぐりで確かにいいな。いいね。いいよ。じゃあ第5問。はい、第5問、うん、面白逮捕の言い方。面白逮捕の言い方。逮捕の言い方。逮捕の言い方ですね。逮捕の言い方。別の言い方。確保。確保。確保みたいな、そう、違います。何、どういうこと？そういうことです。逮捕の言い方です。逮捕の言い方？逮捕しちゃうぞとか？ああ、違いますね。逮捕の別の言い方っていうか。逮捕の別の言い方？何逮捕の別の言い方？逮捕の別。あ、正解です。すごいよ、お縄。お縄です。お縄。お縄です。お縄。お縄になったってなんだろう。はい。そんな感じです。面白いな、やっぱり。今日今年ずっとやったもんね、これね。いやー、まあ、また来年もなんかね、はい、やってほしいですね。あ、いい、よければ。いつでも。いつでも、ね、いつでも来ます。してますけど、また、はい。なんかお知らせありますの、はい、今からじゃあ年末。年始なんですけど、はい、1月3日にあのダイヤモンドの寄せというのが、うんうん、あるんですけど、まあ、これちょっと 劇場は売れちゃってるんで配信ですごい売れるんだね。すごい、そうです、はい、シンクジェシカとかママタルトとか単独じゃなくてね、はい、寄席で僕らが呼びたいメンバー、うん、A マッソとか令和ロマンとかを呼んでやる。なるほど。配信よかったら、うん、あの1月3日、うん、20時開演の、はい、配信でご覧くださいよ。火曜日ね、はい、もう年始だね、本当1月3日だね、はいはい、お願いします。ということで、はい、以上ダイヤモンド野沢クイズ面白まるまるでした。野沢君ありがとうございました。ありがとうございました。ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私はデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなったため仕方なく返し終えたのは5年前。過払い金は借り入れが少なかったため関係ないと思っていたんですが、間違っていてもいいかと電話を。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このようにクレジットカードのご利用経験者に現金が戻るかもしれません。あなたも対象か無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。はあ、そうそう、この香り。天然の生薬を刻んだ入浴剤やから本物の香りがするわ。この生薬の温浴効果が肩のこりに効くね。使いたくなる効く香り、植木の百薬湯。司法書士法人中央事務所から現金が返金されるかもしれないお知らせです。自分には関係ないと思わず1分ほどお時間をください。あなたの財布のクレジットカードから現金が返金される可能性があります。どういうことかというと、キャッシングの返済時、知らないうちに利息を多く払ってしまっていて、それが現金として戻ってくるという話なんです。そんなうまい話あるわけないって思いますよね。でも実はこれ法律で認められた本当の話なんです。対象のカード会社はなんと100社以上で、普段使っているあの有名ショッピングモールやデパートのカードも対象なんです。他にもスーパー、ネットショッピング、交通系、コンビニ、銀行のカードも対象です。手続きをご依頼いただいた場合、カード会社とのやり取り、難しい手続き、すべて中央事務所に任せることができます。
代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。まずはあなたが受け取りの対象なのかだけでも試しに電話で確認してみてください。確認後はすぐに電話を切っていただいて構いません。周囲に知られることもなく、しつこい営業電話もありません。クレジットカードをお持ちの方は無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10-10-10-10 にお電話を。ここでハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、久米さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。横浜13度まで気温が上がってきました。少し暖かくなっています。さて、相模の国一宮八方除けの寒川神社からご参拝される皆様へのお願いとお知らせです。寒川神社の初詣は例年正月三が日と1月2月の土曜日曜祝祭日大安の日は大変混雑することが予想されます。なるべく混雑する日を避けていただき、お参りいただきますようお願いいたします。またご参拝におきましてはマスク着用の上でお越しください。なお新型コロナウイルス感染症予防のためお参りを気にされている方も多いと思います。そのような方のために寒川神社では郵便でのご祈祷のお申し込みも受付しています。新型コロナウイルス感染症の拡大防止への対応対策及び郵便でのご祈祷の詳細はホームページに掲載されていますのでご確認ください。以上、寒川神社からのお願いとお知らせ、横浜のスタジオより久米知恵がお届けしました。久米さんはなんか最近映画とか、はい、見た映画とかあるんですかね。映画、年末年始ね、キングダムを見てからは見て、キングダム見に行ったんですか。はい、すごいじゃないですか。すごい、あの漫画が好きだったので、うん、あ、漫画好きなんですね。誰が好きなんですか。いろいろいますけど、武将、武将、うん、あ、今名前をど忘れしてしまいました。そうや、京子、そういうことですよ。はい、そういうことですよ。いや、同じです。ありがとうございます。はい、失礼します。失礼いたします。増山さやかです。日本放送アナウンサーカレンダー2023は三省堂書店、有林堂、法輪堂書店の一部店舗と書店グランデ、書店ブックタワーで大好評発売中です。数量限定ですので、ぜひお早めにお求めください。時刻は1時52分です。続いて東武野田線鎌ヶ谷駅そば野崎建築工業がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク畑中さん、お願いします。はい、お伝えします。岸田総理大臣は今日、政治資金問題や公職選挙法違反疑惑が相次いで発覚している秋葉復興大臣を事実上更迭しました。秋葉氏は官邸を訪れ、先ほど辞表を提出し、記者団の質問に答えました。来年の通常国会を控えている今、来年の当初予算の審議でありますとか法案の審議を停滞させてはならない、このことを第一に考え、重い決断のもとではありますが、ただいま総理に辞表を提出してまいりました。で、岸田総理は後任に元復興大臣の渡辺博道氏を再登板させる方針です。総理としては来年1月下旬に召集される通常国会で野党の追及を避け、体制を整える狙いがあります。一方、今回の更迭で岸田内閣はおよそ2ヶ月で4人の閣僚が辞任する事態となりました。次は火事のニュースです。今日午前10時ごろ、東京墨田区立花の化学工場第一化学工業所から火が出て、これまでに作業所など5棟およそ2600平方メートル余りを焼きました。で、現在も東京消防庁で消火活動を続けていますが、先ほど延焼防止、これ以上他に燃え移ることを防いだ状態と、こういう一報が入ってきました。付近の住民に出火当時の様子を聞きました。最初ね、火元ね、もう黒い煙の中にもう火がもうもくもく出てて、
その後に今度爆発してんですよね。バンバンって。でも家まで響きますよ、こう。地響き。ゴム関係が燃えてるから、なんか異様な匂い、マスクしないともうちょっと外に出られないですね。東京消防庁によりますと、この火事で50代の作業員の男性1人が煙を吸って怪我をしました。で、警視庁によりますと、工場には13人が出勤していましたが、怪我をした男性を含めて全員避難したということです。また工場は水酸化ナトリウムなどの化学薬品を扱っていることから、警視庁が周辺住民に避難を呼びかけました。おしまいに、大手電機メーカーのパナソニックが来年6月をめどに炊飯器の国内生産を終えることが分かりました。国内向けは主に兵庫県加東市の工場で生産していましたが、今後は中国の工場に生産を移します。パナソニックの炊飯器は1956年に販売を開始して以降、シェアは上位にあるものの、人口減少に伴う国内市場の縮小や他のメーカーとの競争などで大きな成長が見込めず、収益力を強化するため再編を決めたということです。この時間のニュースは以上です。畑中さんでした。ありがとうございました。野崎建築工業はあなたの住みたい家づくりを応援します。野崎のコンフォートシリーズは販売、施工、アフターサービスまで自社一貫体制でお住まいを提供。フリープランで叶える家族の夢。東武野田線鎌ヶ谷駅そば、野崎建築工業。さあ、メール。はい。ですね、ブサイクルショップさんですね、はい。漫才を英語で表現できるかの話です。いわゆる一発屋芸人はゲッツやルネッサンス、オッパッピーなどのすでに日本語ではないギャグはどこまで通じるんでしょうか。中山きんに君のパワーは、パワーくらいご利用すれば受けるんでしょうか。なんかオッパッピーって言ってる人いたな、インタビュー。日本のなんか知ってますか。それはい、オッパッピーって言ってる人いて、外国人知ってるんだ。明らかんないよね。まあ、でも破裂音はやっぱ万国共通でなんか面白いんですかね。日本人だったら日本語だってよくは別に何ということではない。確かにね、意味が伝わってなくても受けるわけだからね。本当だね。パピー、オッパピーもその英語の漫才の時ね、言うよね。オッパピー言わないのか。オッパピー言わない。あのヘッドイズ艦長、ヘッドイズ艦長、頭に艦長、マニアックギャグチョイスっつってね。プリーズオッパピーって言うんだけどね。やっぱり全部外国人用にしなきゃダメだね。そうですね、一回ね、本当に外国人向けで作ってみてもいいかもしれない。相席スタートのネタは英語にしたら面白くなるかな、うん、いやー、わかる、どうですか ね、ならなそうだな。ならなそう、ならなそうな気しますね、あんまり、ね、うん、本当だね。うん、山添のキャラとかも外国で通じるのかな。クズってどうって言ったの。クズって言われるだけじゃないですか。最低最低。オーマイガー、オーマイガー、ノーノーノーって言われるだけじゃないですか。分かんないけど、目に借金、目に借金、目に借金。なんていうの、借金、なんていうの、ギャンブラー、アイムギャンブラーみたいなんつったら、オーマイガーって言われるだけ、言われるのか、笑いにならない。明日司会らしいじゃん、ラビット。あ、そうなんです、明日朝の。大丈夫だ、なんか総集編みたいな、ちょっといつもと違う作りみたいではあるんですけど、はい、田村アナウンサーと2人でやるみたいですよ。はい、見てくださいぜひ明日の朝。はい、さあ、この後は2時からのゲストショーです。まんじゅう大帝国登場、お楽しみに。長谷園レンジのすすめ、出川さんちの麻婆ナスはチーン。レンジでガチ簡単、ナスを入れてレンジで7分、麻婆ナスの出来上がり。こんなうまいナスあり？長谷園レンジのすすめ。初詣は厄除け交通安全の高畑不動尊へ。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った70代男性自営業の方からの感想をご紹介します。キャッシングの過払い金なんて当時数十万円しか借りていなかった私にあるはずないと思っていました。それでも月末の生活費の支払いがちょっと厳しくなってきて電話を。そしたら30万円ほどの現金が入金されたんです。一本の電話から予定になかったお小遣いをスマートに手にすることができました。勝手に壁を作っていましたが、小遣い稼ぎ程度の軽い気持ちで電話するのもありですね。このように
少額のキャッシング、カードローンの経験がある方には、現金が戻るかもしれません。あなたに現金がいくら戻るか、無料でご確認を。お電話は、0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ザ・ラジオショー2時です。さあ、2時を回りました。お天気お伝えしましょう。ケイちゃんお願いします。はい、東京地方今日の天気は晴れ。日本放送屋上の温度計は 10.2 度、湿度は 35.5%。 関東地方は午後も日差しがたっぷり届く見込みです。風も強く吹くことはないでしょう。最高気温は11度から12度くらいで、昨日よりは暖かくなりますが、厳選紫芳泉さんと菅野智之さんの戦いほどは暑くなりませんので、うん、寒さ対策をしてお出かけください。以上、天気予報でした。嫌な暑さなんだよね、なんかね。そう、それでさ、そのやってる時にさ、あの昨日10時半から始まったんだけどさ、はい、途中でさ、コメントみたいなの見ながらんだけどさ、アナザーストーリー見たいのでもう終わっていいで終わらせてくださいって言われてたから、え、今日やるのってすぐ終わっちゃった。やめようって。見たい、見たいでしょ。見たいから何やってんだよってなってさ。すぐ負けちゃったね。井口泣きそうだったもんね、ちょっとね。泣きそうでした。泣きそうだったよ。でもなんか泣かないってプライド、いや、ね、なんか意地がかっこよかったです、ね、逆に。お母さんにもこう敬語でね。お母さんなんかすごいクールでしたよね。クールだったでしょ、敬語で。でもなんかお母さん、あの電話の時に、うん、あれでしょ、私はさやかが良かったって言ったんでしょ。あ、そうだ。あ、なんかツイートしてましたね。そこカットになっちゃってた。そうそうそう、お母さん渾身の爪痕残そうとしてた。岡山だからね、もしかしたらね、あれだったのかもしれないな。アナザーストーリー結局出てましたんでね。さあ、ということでこの後は、まんじゅう大帝国登場です、はい、日本放送東京税理士会所属税理士法人48より、最近身近な人を亡くされた方へ、相続税の申告はもうお済みですか？申告期限10ヶ月を過ぎると罰金が課されるのでご注意ください。まだ相続税の申告がお済みでない方は、今すぐお電話を。0120-400-800-400-800。挨拶します。せーの、ピースオブピース、ニックです。11人組日韓合同グローバルグループの僕たちニックのポッドキャスト番組がスタートしました。はい、番組名はニックザワールド。毎週金曜日に最新回が公開されています。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションでチェック。聞いてね。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。ブレイブショー、お聞きの番組は FM93 AM1242、 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。カードローンの過払い金は中央事務所。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。なんとクレジットカードにも過払い金が発生していました。あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのか、無料で確認できます。0120-10-10-10-10。お待たせしました、はい、毎日2時台最初はザ・ゲストショーと題して、ゲストと一緒に笑いをお届けしていきます。早速目挨拶があり、うん、漫才から披露していただきましょう、はい、ゲストはこちらの二人です。どうも、まんじゅう大帝国です。お願いします。お願いします。ありがとうございます。どうも。なんかあります？ちょっとね、気になることがあるんだよね。何でしょう、うん、あのね、喉から手が出るほど欲しいって言うじゃないですか。言いますね、ことわざでね。うんうん。あれ、右手、うん、あ、出すとしたらってこと？そうそうそう。どっちでもいいんじゃない？
あ、どっちでもいいんだ。どっちでもいいと思うよ。あ、へえ。うん。なんとなく右なんじゃないかなと思ってた。あ、じゃあ右出しゃいいし。た、う、だ、んうん、ね、俺、左引きなんだ、ね。あ、じゃあ左出しゃいいし。あ、そうか。うん。あ、じゃあ左にしようかな。左出しな。やっぱ何かと出した後、いろいろするんでしょ？出した後便利だからね。ね、やっぱそれは聞いてのがいいなと思うからさ。あ、じゃあ俺左にするわ。あ、その代わり、あれよ、左出そうって思っとかないとダメよ。あ、そうね。じゃないととっさに右出ちゃうから。あ、よくないわ。これ右なんじゃないかなと思ってたぐらいだから。危ない危ない危ない。右出ちゃうね、俺ね。左。左です。僕は左にしましょう、ね。左。これ覚えとかなきゃいけない。また手で言うとね。手で言うと。猫の手も借りたいって言うじゃないですか。あ、言いますね。忙しい時とかね。ね。うん。あれは猫じゃなきゃダメ。うん、どういうこと？いやいや、どう考えてもね。うん。猫来られてもなぁと思っちゃう。あー。だからこう、仕事が忙しくて終わんないよ、みたいな時だもんね。そうそう、あ、仕事が終わんないよー。うん、にゃーって来られてもな。ほら、猫が来たでしょ。何これ。うん。あ、かわいい。あ、ほらほら、こうなっちゃう。何これ。猫のできちゃうとこうなっちゃうよ。うん。この間作業が止まってんだよね。確かにな。状況が悪化してんだよ。うん、ははは。で、猫の手じゃなくて人の手の方がいいなとずっと思ってんだよ。なるほどな。うん。あ、じゃあ言っちゃえばいいんじゃない？え？もう言っちゃえばいいのよ。言っちゃう。ああ、忙しい、仕事が終わらないよ。ああ、猫の手も借りたいけれども、できるならば人の手を借りたいって言っちゃえ。おお、すごい。全部じゃん。全部言っちゃえよ。いいんだ。いいんだよ。あ、ほんと。追い込まれた人間は贅沢言っていいんだから。あ、そうなの？言え言え。あ、知らなかった。ああ。あ、じゃあ言っていくわ。言え言え。ああ、よかったよかった。ああ。人の手で言うとね。人の手で言うと。千手観音ってるじゃない？千手観音、手いっぱいあるやつな。そうそうそう。あ、知ってる知ってる。あ、絶対肩凝るよね。当たり前だろ、お前。当たり前だろ、お前。大丈夫かい？我々二種人間がこんなに肩凝るんだよ。そうね。千手観音なんかカチカチに決まってんだろ。カチカチでしょ。うん。俺も心配してんだよ。なんかしてあげた方がいいんじゃないかなと思って。え、大丈夫、大丈夫、大丈夫。大変だよ。お前ができることなんか何もないんだから。そう大丈夫、こう千手観音が肩凝ってきたなと思ったら、こうバーンって叩いてね。うんうん。こう凝りをほぐしてくれるやつがいんのよ。あ、そうなんだ。そうそうそう。そういう風になって。そうそうそう。それは何？誰？そいつは仏像。仏像を持ってる、そういう風になってんだ。そうそうそう、そういうやつ。そういう風に、そう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 決まって、へぇ、わかった？ありがたいね。わかってねえだろ。もういいよ、あたしたさん。はい、ありがとうございます。今日のゲスト、まんじゅう大帝国のお二人です。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。豊館で受けそうだね。ああ、本当ですか？うん。安心して見てられるな。まんじゅう大帝国ね。本当ですか？嬉しい。ありがとうございます。うん、全然、そうですね。なんか、M1 でやってる姿は想像つかない。お願いしますよ。演芸場がガチッと。こういう感じイメージ湧く。お願いします。いや、もう褒められてると思ってます。なるほど。めちゃくちゃ面白いよ。一応これで1回戦取ってますから。あ、そうです。これ1回戦でやったんです。あ、1回戦でやった。で、なんかまあ、演芸場の空気こそ出ましたけど。そうですね。まあまあまあ、それもいいじゃないという形で。トップ3には全然入んないけど、落ちはしないっていう。はい。いいよね、やっぱり匂いがね。そうですね。まあ、タイタン所属で。そうです。まあ、今年はね、M1 の決勝タイタン2組。いや、偉いことになりました。今度は優勝に。優勝しちゃいましたね。優勝しましたね。びっくりしたね。びっくりしました。びっくりしました。もう先輩でしょ、ウエストランドは。もちろん。もちろん、もちろん。どんな感じだったの？なんかもう、変わったの？タイタンの。いや、もう忙しそうです。あ、すごい。あ、そうですね。あ、忙しそう。中はもう本当に。偉いもんで、今日マネージャーさん来てないですからね、僕ら。だから、もう、回らなくなっちゃった。回らなくなっちゃった。ほっとかれた。ほっとかれました。以前ね、出せていただいた時は来てくださったけど。猫の手も借りたいぐらい。それこそ。おタイタンもね。だから、暇な芸人とか誰かマネージャーになっちゃうんじゃないかなって。本当だね。本当に。そうした方がいいんじゃないかってぐらい回ってたね。いや、大変だったね、急にね。河本くんなんかバイトしてたのあれ、なんか、リフォーム会社とか。そうですね。働いてましたね。はい。働いてましたね。その、井口さん一人の稼働がすごい多かったみたいで。もう、その何もない日はもう、リフォームのバイト。バイトなのかな、もう働いてますね。あ、そうなんだ。でも、ギャラ折半なんでしょ、井口くんのソロの。全部そうですよ。仕事も全部折半。全部折半なの。ね、やってたんだもんね。すごいですよ。いやだからそういうのを、ウエストランドから聞きたかったんだけど。いや、よく呼んでくれましたね。聞かないでください。このタイミングでね、タイタンのまんじゅう大帝国ですよ。なんかあった言わないでください、それを。逆に。この映画もだってもう3年前だし。そうです。いや、そうなんですよ。僕らもびっくりしました。この紹介が恥ずかしくてしょうがないじゃん。そうだよね。アマチュアながら3回戦進出とか。てっきり花田さんが、どうしても会いたいんだと思ってきたんですけど。ウキウキできたら。なんか台本見た感じそうでもないんで。そうでもない。何しに来たのみたいな感じ。2022年は、どんな年でしたか今年は。2022年。2022年。とにかくライブにいっぱい出てたっていうことなんですけどね。もうなんか決めたんだ。じゃあ今年ライブいっぱい出ようみたいな。そうですね。もうなんかやってかないとダメだなと思って。数いるなと思って。数いるなと思って。じゃあ月に10本ぐらい。月いやいや、20ぐらい。20はい。ぐらいですかね。いや、東京のライブ
そうですね、はい、主にKプロさんっていう今、はい、結構東京では、うんうんあの、まあ、盛り上がってるというか、K プロさんにお世話になってまして。多分僕ら K プロさんのライブだけで、年間、多分200弱ぐらい、190ぐらい出てます。そんなにやってる。K プロさん。だからウエストランドだって、K プロだもんね。そうですね。ありますね。K プロは勢いあるね、今ね。今すごいですね。K プロライブって、何本、ネタ1本やるの？ネタ1本やって、コーナーがあったりとかなかったりとか。それだいたい1日。3つぐらいライブがあって1日3つもあるの、はい、その裏で違う劇場で3つあったりとかもしますそんなにやってるんだすごいすごい同時にやってであの名古屋とかでも公演やったりするんで、はい、地方でもこの間も大仙芸場で K プロライブをやるっていう大仙芸場はい来ました大仙芸場 K プロやってんだ、はい、そうですよ知らなかったいた支配人おじいちゃんはいロビー80年代のドラマばっかり見てるちょっとロビーのテレビで内面まではちょっと知らなかったでっかいヘッドホンでいやあのご挨拶ぐらいですそうそうそう、はい、あそうすごいねスチュワーデス物語とか見てんだよいつもあのあそうなんですねちょっと全然わかんないですけど、ね、全然聞こえてないっていうねその寄せとかにも出たりしないのいやー出たいに興味はありますけどねでもどう、まあ、どうすればいいですか落語家さんとかの知り合い多そうじゃん、まんじゅう大って。あ、はいはい、そうですね。それこそあの大学時代の友達が今二つ目さんに結構上がり出してて。そっか、二人とも知見だもん、ね、はい。で、本当に大学時代の、うん、友達が今一緒に落語会に僕らゲストで呼んでくれてるんだ。みたいなのとかも、なるほど。今年はそういうのもやり出して。あ、そう。はい、落語協会落語協会ですかね。落語協会、まあ、どっちもいますね。あ、そうだね。はい。なんていう人古今亭ひなぎくっていう、あ、じゃあ、女の子の。菊之丞師匠のお弟子さんです。ああ、落語協会だ。落語協会だ。そうですね。落語協会の。芸協は、桂高治さん。先輩になるんですけど。あ、高治文治師匠。はい、そうそうそう。まあ、結構上の先輩なんですけど、でも、可愛がってもらってて。あ、そうなんだ。で、僕、大学時代に、ちょっと落語家も、興味あるなっていう時にご連絡させていただいて、うん、一緒にご飯行って、うん、ちょっと落語家になりたい気もするんですけどっていうお話をさせてもらったことがあるぐらい、うん、ずっとお世話になっててやめた方がいいよみたいに言われたの何なんかまあ大変だよっていう話をすごいちゃんと暗く言ってくれたんで、うん、暗く言ってくれた冗談じゃないよっていやいや大変だよとかじゃなくていや大変だけどねみたいな感じだったんで、あ、これは大変そうだって刺したんだね刺したんですリアリティを刺したちょっと、はい、そこで漫才をね、頑張って今年は、はい、ライブにいっぱい出てねはい、うん、でもまあ、うん、今は3回戦でした、うん、まあそっか、まあまあ、でもリアルなとこだねリアルなとこですねリアルなとこだねいや本当ただ僕ら3以上行ったことがなくてえこの紹介にもあるんですけど、うん、学生時代、うん、アマチュアながら3回戦進出を果たした、うんうん、今もう6年目ぐらいなんですけど1回もこれを超えられてないんですよね本当だプロになってからじゃあ2016年からあんまり成長してないんですよ、はい、そうなっちゃうんですよすげえ恥ずかしいんですよこれいろんなネタがいろんなネタが同じクオリティなんですよ全部突き抜けるもんが一個あるよね、はい、なんか2人でボケてみたりとか、まあうん、逆に思いっきり突っ込んでみたりとか、うん、いろんなことやったんですけど、うん、いろんなことやったんだ、はい、変えたり一応変えては見てるんですけど、はい、いろんな3回戦落ちをやってますねそのところこれはでも逆に1回戦2回戦で落ちたことはないんでしょ1回だけ1回戦出しました、うん、もう、はい、あんのかよ1回だけやりあるんですよ何これも中途半端ですよ失敗しちゃったの2年目か3年目ぐらいの、うん、なんか変な話ちょっと舐めてかかるというか、うん、慣れてきたみたいな慣れてきちゃったライブもまあまあ出てるし、うんうんうんまあ、1回戦ぐらいまあ何やったっていけんだろうみたいなで、うんうん、すごい不親切な分かりにくいのやったら本当に分かんなくて、うん、1個も笑い起きなくて、うんうんああってなって怒っちゃったの怒っちゃいましたいや厳しいんだそれやってる間に落ちたって分かって、うん、あ、再エントリーやるか、うん、あ、でもあれだ、俺らエントリー遅かったから再エントリーもできねえわってネタ中に思ってました、うん、ネタ中に思いましたそれ落ちる、落ちるわ早めにしなきゃなっていう、はい、途中からはもうできるだけ正面を向いたり、うん、言葉をちゃんと立てて言ったり上手だとプロだと頼む無駄なあがき受けなくてもなんか声がいいとかね、はいはいはい、それで受かるかと思う、ね、雰囲気がいいとか、うん、言われねえかなっていうことだけ最後の1分ぐらいは考えながらやったこともありましたねでもダメだったんだそれはもう全然ダメでしょ厳しくなってるし、ね、でもそういうの全部取ってるから M1 は
アナザーストーリーを。いや、だから絶対出るでしょ、ね。記録には残ってますもんね。井口のなんか1年目ひどかったね。すごい。いや、すごい。あの髪なんですかあれ、すごい。トゲトゲの。なんかね。すごいよね。すごい。ダッシュで入ってきたのびっくりしました、ね。元気いっぱい手上げて出てきて。うん、ちょっと引いちゃいました。はぁみたいな。コウモトくんも結構頑張って喋ってましたね。リードしてましたから。変わったんだよね。さやかもね。途中でボケのツッコミ変えたりしてさ。そうですね。だってミルクボーイのさ、はい、なんか1年目の時のさ、駒場くん変なカツラ被ってたもんね。あ、そうです、ね。カツラ覚えてない漫才でなんか角刈りのカツラみたいなの被って、なんかこう変なムキムキの、なんかやつ着てって、笑っちゃったもんね。それが残ってるから、うん、ああなるんですね。そう、ああなるんですね。すごいですね。まあだからそれはもう頑張って来年は。でも一応今回もね、うん、田中くんもちょっとイメチェンというか。あ、そうです。ヒゲを生やしてて。それもそうですね。これも今年からですね。ね、うん、え、今年からっていつから、はい、今年、いやでも春ぐらいですね。全然知らなかったな。なんで多分会ってないかその、マスクしてたかですね。下ま。下はないです。なんか長くない？ちょなんか長いんですよ。うん。伸ばせる。どうしようかなってなってるんですよ。なんだろう、はい、整えないとなとは思ってますけど、うん、理想の形が分かんない。ハゲみたいなもんね。ハゲみたいではないですよ。ラジオなんでやめてください。なんか鼻毛みたいので来たって思われちゃうんで。みんな想像してる。なんだやっぱり覚えてもらえないからみたいな。いやもうなんかどうなるかなっていうのと、うん、ヒゲ生やしてみたらどうなるかなっていうのと、うんうんうん、あとなんかずっと僕らが、うん、その年齢と合ってないみたいな。ちょっと年たらもっと面白くなるよみたいな。だからなんか見た目老けたいなっていうのもちょっとあって。なるほどね。したら本当にひげ生やした若いやつになっちゃったんで、あんまり良くはない。顔が若いんだよな。そうなんですよ。ね、ちょっと童顔で。でも芸風はそうだね。落ち着いて感じだからちょっと。だからどうなるかなっていうやつですね。今 いくつでしたっけ？29です僕。あ、まあでももう29なんだ。僕、うんうん、28なんで、うん、まあまあ、うん、まあこっからって感じなんですけど。そうだよね。はい。いやまあどう思うんですか、ヒゲ、ヒゲ、あ、そ、女性目線で、ヒゲね、うん、でも髪とかももっと違うっていうこと、うん、あ、そうっす、ね、舞台の時はガッツリとこういう感じで、まあでもなんかその綺麗なヒゲじゃない裏方さんっぽい妖怪に妖怪感は出たんですね。綺麗にした方がそうだね、なんか出役の綺麗じゃないですか。本当に良くねえな、良くない、全然良くねえな。そう、オズワルドの伊藤くんとかね。あ、そうですね。あれは綺麗に出役のヒゲですね。そうそう、確かにあれが出役のヒゲだ。そう、出役のヒゲが結構出ちゃったぞこれで。うん、出たね。社長とかなんか言われるの、タイタンの。いや、社長は何も、うん、いいんじゃない。気づかなかったぐらい何も言われてない。そう、何も言われなかった。ネタ見せで見せたんですけど。何も言われない。何も言われない。大帝国に興味なくなっちゃった。ちょっとこれいよいよ危ないですね。タイタン。だって一時期すごいなんか1年目すごかったですよ、ね、可愛がられてたでしょ、はい、それこそまあ映画主演もしてそうなのもあり、うん、ねえ、タイタンのマネージャーの、ね、監督高田先生とか会ってんの最近。いや、お会いできてなくて、うん、でこれウエストランさんが今こうなって、うん、ね、あのビバリーにも出てらっしゃって、うんうん、僕も聞いてはいるんですけど、うん、その高田先生がまんじゅう大帝国の名前が出るたびに本当に暗くなってるんで、うん、あんまり暗い高田先生って聞いたことないよ。そうね、まんじゅうはってそのなんか落ち込まれてしまっているので、これはいけないと思って本当に頑張ってたね。もちろんもちろん頑張ってます。漫才以外のも、なんかものでさ、まずいっぱいテレビ出れるらいいのにね。あ、なんか特技とかさ、はいはいはい、そういうのなんかないの、2人のそのプロフィール的に。特技な、竹内がその、うん、一応左ピッチャーなんですよ、あ、そう、野球うまいんだよね。野球大好きなんですよ、ね、その左ピッチャーなんですよ。、はい、どこで見せんのその左ピッチャー。マジこれぐらいしかないってことです。やばい。一応あの大きいカーブは投げれます。マジで、はい、マジでっていうか別にそんなに。それぐらいしかないの。いや、そうなんです。売れた後出すやつなんですよ絶対。それも分かって言ってますよ僕。おでもその動画で見たロケ中さ、田中くんが50個ぐらいうまいこと言う。なんかネズッチみたいに。そうです、以前。これあんじゃん。いけるっていう。じゃああれも、丸一日ロケやって50個だったんですよ。そこはいけるって言っとけよ。え、いけないっすもん。いけるだろ。マジで大変なんすもん。ネズッチさんとかどうなってんすかあの人。ネズッチとかね、橋本くん、銀ちゃんの橋本くんとかみたいに。自分をヒゲすんなよ。あ、うまい。ほら、もう書き越されてるじゃん。かぶせてこない。いけるんじゃないの、そういうのだって。そうだ。落ち県出身だからね。うんうん、そういううまいことが得意なのかなと思って。うん、ね、うん、本当に。うん、今ね、うん、そのうまいことも、うん、あのカミソリにも負けちゃってますけど、ほらね、いいぞ、ね、
然分かんない。もうちょっと考えてくれるんですか。あの動画見る感じと全然違うんだ。ものすごく歯切れも悪いです。よしよし、いいぞ。あれ、間をうまく切ってたんだ、あれ。そうですね。動画。そうそうそう。のんびりのんびりやってたんだ。10分に1個ぐらいのペースでやってるんで。お横で俺うまいっつって。それ得意でもなんでもないじゃん。努力ですね。好きなだけです。普通の人だよ、まあ、俺の前はいつでもできますよ。俺は瞬時にうまいもんだよ。じゃあダメじゃん、それも。いや、ダメなの。せっかくなんか見つけたと思ったのにな。ねえ。だからもう漫才やってたんですよ、1年間。まあ、そうだ、漫才はそれはもうだって、M1 の結果出なかったらまた言われちゃうじゃん。まあまあ、そうですね。そうだから漫才以外で、なんか、はい、一番いいのはもうお笑い向上委員会とかさ、あ出てさ、はいはいはい、で顔を売ってさ、はいはいはい、で秋ぐらいからこの M1 バーンみたいなのが一番いいよね。あ、めっちゃいいっすね。まず知ってもらわないことにはっていうのは。これからあるのは、うん、ウエストランドがやっぱチャンピオンになったから、うん、同じタイタンの後輩として暴露話とかね。あ、なるほど。そうそうそう。井口さん、この3こんな感じですみたいな。うんうん、暴露話とかだったら取材とかも来たでしょ、ウエストランドが優勝したから、うん、なんかないですか、はい、みたいな。いや、まだ来てないです。だからネタ持ってるよみたいな。ああ、なるほどなるほど、うん、ありますあります、そんなのありますよ。ちょっとまだちょっと一回家で話していいやつか悪いやつかを判断しないと結構危ないんです、あの人たちって。あの人たち、はい、あ、そうなの。あの井口さんがこんな悪口言ってたとかも、うん、その今も何個かあるんですけど、うんうん、言って大丈夫なのかっていうのが思いついたやつ。そうなんですよ、怖い。でも僕が言ったみたいになっちゃうし。そうなんだ。したいけどね。M1 のネタで、うん、その M1 と R1 で、うん、M1 をちょっと卑下するみたいなネタあったじゃないですか。あの楽屋だともうキングオブコントすごいバカにしてるんで。そうだね。キングオブコントなんて何の意味もないみたいな。なんでコントやってんの？漫才やんなよってコント師に言うみたいな。情報幅が大きいかもね。ちょっとね。CM の後も饅頭大帝国をつけていただきます。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 にお電話を。続いてブリヂストンがお送りする日本放送交通情報です。警視庁小池さん、お願いします。はい、お伝えします。首都高速道路は川口線の上りが事故のため渋滞しています。川口線の上りは鹿浜橋で事故のため4キロの渋滞です。高速道路などの状況です。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近を先頭に10キロの渋滞、海老名サービスエリア付近で4キロ渋滞しています。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは特に海老名ジャンクションを先頭に6キロ半渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面へ向かう外回りは戸田西インターで2キロの渋滞、内回りは草加インター付近を先頭に3キロ半渋滞しています。日本道路交通情報センターの小池でした。小池さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報はズームそこまで言うかの中で3時56分頃お届けします。この国の冬道の安心を誰よりも守り続けたい。北海道北東北主要5都市で21年連続装着率ナンバーワン。冬と生きていく。ブリザック VRX3。 ブリヂストン。引き続き饅頭大帝国のね、はい、お二人が、はい、メール来てますけどね、はい、プープさん、今ウエストランドは裏の東京 FM に出ているので聞いてないんで何喋っても大丈夫です。ウエストランドさんにバレるのをビビってるわけじゃないんですよ。その笑えないんだあまりも。井口さんの口から出るのと僕の口から出るのだとだいぶ印象も違うし。そういうことか。そうなんですよ。もうキングオブコント夢あるじゃんね。いや、そうですよ、僕は思ってないですよ、そんなこと。なんでそんなこと言うんだ、優勝してもね。も本当にひどいやつですよ。もっとなんか言ってほしいね、これから。言われるもっと上に行ってほしいですよね。取材とかでその悪口言ってくれって言われるっつったよ。
はい、うんね、雑誌の悪口言ってくださいとかね。あ、なるほどなるほど。悪口言ってくれって言われてね。悪口を言ってくれって言われるんですね。そう、悪口を言ってくれって言われたよがもう最初の悪口ですよね。そうだよね。そうですよね。そう、その人はね、そう言ってるからね。はい。はい。うん、じゃあね、コーナー参りましょう。はい。はい、今日のスポットナイツ。はい。こちらゲストの方がナイツに言いたいこと、聞きたいこと。うん、語りたいことね、うん、まあ、今年一番印象に残ったことでも、はいはい、はい、はい、なんかありますね、はいはい、あの今年、うん、僕らが、東洋館に、お邪魔させていただいたことがあって、うん、これ、タイタンの先輩がちょっと、ライブをやるっていうことがあって、で、僕ら東洋館に行った時に、うん、偶然花さんに僕ばったり中でお会いして、はいはい、おい何してんのって言われた時に、うんうんうん、ああ、今日は松尾アトムワイ出場さんの漫談ライブなんですよって言ったら、うんうん、そんなやついるわけねえだろって言われたんですよ。という事件がありまして。いますよ。で、実在するタイタンの先輩芸人です。一回出たもん、ラジオショーも。そうです、ね。VTR でね。そう。あ、そうなんですね。そうそう。いや、いるんですよ、なんていう話をしたっていうことがあったので、ちょっと今日はそれで、うん、ちょっとクイズじゃないですけど、うん、ちょっとやってみたいなっていうのは、いい、そうです。タイタンの芸人にいるかいないかっていう名前だけ出すので、当てていただければ。やっぱタイタンをちょっと皆さんに用意してもらう。出したらややこしくなるからな。長井さんやめたら違いますよ、はい。僕らも最近知ったんですけど、いないらしいです。ややこしくなる、はいはいはい。はい。じゃあ最初、はい、いきますよ、うん。安倍物語。いそうだな。安倍物語。安倍物語。どうでしょう。はい、何にかかってるのかな。いそう、めちゃくちゃいそう。うん、いる。俺もいる。私もいる。あ、全いるで、うん。はい。安倍物語はタイタンにいます。おー。います。正解。これは一人ピン芸人。ピン芸人ですね。安倍物語。安倍さんっていうんだ。安倍さんですね。うん、はい、男の人。男の人です、うん。僕らより年上なんですよ。ほうほうほう、そうですね。結構上の人で。タイタンの、何やってる人ですか？なんか、ギャグとかやってます。安倍物語。安倍物語、はい。ギャガーです。ギャガー。ギャガーです。ジャンルにするとギャガー。ギャガーです、ね。ギャガー。うん、はい、なんで、もし今後、安倍物語がって言っても、うん、いないよ、そんで、つとは言わないでください。そうだね。そうだね。そういうことなんです。で、次行きますよ、うん。続いて。アルバカーキ。ん？アルバカーキ。あ行から言ってる今。アルバカーキ。あ行。アルバカーキ。順番は関係ないです。アルバカーキ。これはもういないね。こんな覚えづらい名前の人はいない。私もいない。アルバカーキいない。アルバカーキはもう覚えられない。ありえないですか？ありえない。こんなありえない。ありえないですね。ありえないです。ありえない。了解です。はい。アルバカーキは、タイタンにいません。今正解いないかい、はい、アルバカーキはケープローにいます。いるいたんだ。皆さん、はい、実在はしてます。2年目の漫才師、はいはい、カタカナ、カタカナで、はい、アルバカーキと思いづれえな。解明した方がいいよ。アルバカーキ聞いてるか。ミルシャラカーニーとかさ、はい、そのダメな売れないやつってみんな覚えづらいんだ。やばい、飛びが。ミルシャラカーニーさんは何も言えないですよ。ハミングまだ言われるの。ミルシャラカーニー、ハミングステッチとかさ。ハミングステッチも変えたよ。ハイハイに変えたよ。で、いきます、ね、はい、どんどんいきます、続いては、うんうん、ラッコ。ラッコ。覚えやすいわ、覚えやすい。ラッコ。傾向で言うと芸人にはいるってことだよね。そうだね。タイタンにいるかいないかだよね。ラッコはちなみにひらがなでラッコ。ひらがなでラッコ。ひらがなでラッコ。あ、でもなんか、いやでも俺は K プロだと思う、うん、これは。K プロですか。タイタンじゃないと思う、ラッコは。そういうパターンがあるのか。ソニーとかだと思う、ラッコは。タイタン以外、ね、事務所の色の違いを、うん、そうでしょ、事務所の色があるでしょ。ソニー、まあやっぱなんとなく出てきますよね。ポイってありますからね、うん。なんか女性芸人とかでそうじゃないですか。可愛い。そうだね。うん、見た目が、ね。二人組とか、うん、ラッコさん。どこの事務所、うん、タイタン。タイタン。あ、タイタン。はい。タイタン。土屋さんは。あ、俺ソニー。あ、しれっとソニーに決めてた。はい、ラッコは、タイタンにいます。あ、タイタンだった。タイタンです。いた。タイタンの男2人です。男2人です。女性ピン芸人じゃない。はい、男2人です。漫才ですね。ちょっと本若系の漫才ですね。ちょっと面白そう。そこは若いです。結構いるんだね、タイタンってね。そうですね。今、学校ができたんで、どんどん入ってきてる。そうですね。学校生。学校生ですね。学校卒業生。学校ね。俺知らなかった。学校覚えてください。タイタンです。タイタン、はい、いいですよ、はい、じゃあ続いて、うん、ダッシュ山本。うわ、いそう。ダッシュダッシュ山本。はね、ダッシュってなんか昔から、
陸上やってたんでしょうね、おそらく。なるほど。そうそうそう。ホンダスイミングスクール。はいはい、つけがち。ああ、うん。つけがち。鍋プロだろうな、ダッシュ山本は。ナイタにはいないよ、ダッシュ山本は。またしても。ナイプロだよ。サンシャイン池崎とかさ。なるほど。そういう系譜じゃん。系譜が、うん。元コンビでしょ、多分。一回は漫才やってんだよね。一回やって、一、うんうん、人になって、そうそうそう、で、それには陸上があると。陸上の格好して、うんうん、そういうね、はい、見えますね。短距離と長距離のネタみたいな、はい、そうだね。なるほど。確かにタイタンじゃない。タイタンじゃない。タイタンじゃない。うん、皆さん一緒に。グレープカンパニー。グレープカンパニー。グレープのヒントで。グレープの音、食べ物。はい、鍋プロ。鍋プロ。ケイちゃんは、うん、ソニーかな。ソニー。うん、ソニー人気だ。うん、どういう、なんか、深い意味はないんですけど。そうね。はい、ダッシュ山本は、はい、タイタンにいません。うん、よっしゃ、はい、これは、どっかにいるか。これはですね、さっき竹内くんが適当に考えたやつです。あついに確認やつ、はい、だ。こんなやつはいません。いません。だよ、引っかかりましたね、皆さん。結局だから何、何ラッコ、ラッコがいるんだって。ラッコと、安倍物語が。安倍物語とラッコがタイタンにいます。はい。で、アルバカーキはケープロにいます。ケープロの分かってなんで。何くらいぐらいのタイタンって。タイタン、で僕らも会ったことない人も結構いるんですよ。結構だから増えてはいる。ウエストランド優勝したら増えんじゃないか。いや、やめてくれよ。あと、9だって言ったから。そうなんですよ。だからまた変な名前のやつ増えたらまた来ますんで。また情報ください。そうですね。まんじゅう大帝国が何言ってんだって感じなんですよ。一番変ですけど。そうね。9はまだ生きてる。大丈夫。生きてます、生きてます。うん、死ぬ可能性ないですよ。大丈夫ですよ。あさってゲストに来ますね。そうですよ、はい。ということで、はい、まんじゅう大帝国からなんかお知らせありますか。はい、はい、うん、まあ僕ら YouTube チャンネルで、ラジオ形式の配信を、配信とか映像を上げてます、動画を上げてまして、はい、あとは寄せがある、はい、はい、年明けに1月5日に、うん、電光石火も寄せというライブに出させていただくので、はいはい、下北のミネルヴァで、13時からということになっております、はい、まあ、吉本さんの何々誰々の寄せのあ、まあ、はい、それもやつ、オマージュも寄せ、さっきのダイヤモンドの寄せ、そうですね、いろんな形でやってますね、はい、そんなのじゃない芸人、電光石火さんという方が、なるほど、はい、はい、あとは、新春 K プロネタ企画トーク、うん、お年玉付きというあのライブがありまして、はい、こちらもなる劇というあの K プロさんの、あの会場であのやります。鳴る劇どこにあるの？西新宿ですね。もうここでめっちゃいる。私あの家から新宿まで歩くんですけど、めっちゃチラシ渡されたりとか、そのすごい、めちゃくちゃいっぱいいますよね、あの辺ね、うん。もうこの鳴る劇で僕らは今年もたくさん出たので、はい、来年も鳴る劇には僕らはいっぱい出てるんで、たくさん出てるので、はいはい、僕らもアルバカキもいます。見れる？見れます。見れます。アルバカキいるかもしれない。K プロね、所属だから。ということで、うん、今日のゲスト、まんじゅう大帝国でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ここで中央事務所よりクレジットカードの利用経験者に現金が戻るかもしれないお知らせです。現金が戻ってくる？どんなお知らせですか？はい。あなたは過払い金をもう受け取りましたか？実は勘違いから多くの方々が未だに過払い金を受け取っていないようなんです。今日はその勘違いについてお伝えします。どんな勘違いがあるんですか？まずは過払い金の対象となるカード会社の範囲です。消費者金融はもちろんですが、実はデパート、スーパー、銀行系列のカードローンも対象です。また、現在返済中の方も対象ですよ。その他は？利用金額が少なかったり、利用期間が短いために、自分には過払い金がないと思い込んでいる方が多いみたいです。あとは手続きをすると、信用情報に影響が出てしまうとかですね。手続きしても影響はないんですか？はい。完済後なら、信用情報に影響はありません。また、利用時のカードや書類も必要ありませんし、記憶が曖昧でも大丈夫です。それは助かりますね。このように勘違いから、過払い金を受け取っていない方が多いようです。クレジットカードを利用した経験のある方は、間違っていても構いません。あなたが対象か、無料でご確認を。お電話は、0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。私は田辺薬局の薬剤師。
ただお薬をお出しするだけでなく、通院が難しい方にお薬をお届けしたり、病院に行くことではないけど具合が悪いという方の相談など医療に関するお手伝いをしています。私たち田辺薬局は皆様の薬局を目指しています。初詣は厄除けのお祖様、杉並堀の内妙法寺へ。吉岡秀隆です。武井敏夫です。映画ドクターコトー診療所が公開を記念してドクターコトーラジオが放送されます。先生メインパーソナリティは私なんですから、いいところを持っていかないでくださいよ。作品の魅力をたくさん話しています。聞いてください。ドクターコトーラジオは明日水曜夕方4時から。ラジオリビング、前島かのアナウンサーです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今日の日本放送ラジオリビングは、店頭では購入できないお値段も特別な高反発マットレス、うん、エアウィーヴスマート通販限定モデルをご紹介します。前回ご紹介してあっという間に完売しまして、うん、リクエスト殺到していただいたので、なんとか300枚ご用意できたんですが、この期間お聞き逃しないようにお願いします。一度はその極上の寝心地を味わってみたいと話題の高級マットレスで、体が資本のアスリートだけではなく、高級老舗旅館の加賀屋ですとか、ね、JAL 国際線ファーストクラスなど、最高の眠りにこだわる一流の数々が認めているのがこのエアウィーヴなんです。朝起きると体が重い、腰が痛いとお悩みの方、使えば理由わかりますよ。今お使いの敷布団やマットレスの上に1枚敷くだけで、肩や腰の負担が減り、熟睡を妨げないスムーズな寝返りをサポートしてくれます。なので朝までぐっすり眠れて爽快なんです。で、秘密なんですが、今ケイさんにも触っていただいてるんですけども、独自素材のエアファイバーです。これ唯一無二の凄さでして、弾力のある透明な繊維を空気をこう編むように3次元に、そうなんですよ ね、 立体的に絡めてマットレス形作ってるんですけれども、なんと 90% 以上が空気でできてますので、通気性が抜群なんですよね。あと、これからの寒い冬、空気の層を閉じ込めることによって暖かさもなんと保ってくれますので、一年中快適なんですよ。でしかも最大の特徴は、3次元構造だからこそ体をグッと支える反発力ありまして、さっきケイさんペットボトル上に置いてくださってましたもんね。なんかね、端っこやるとムニムニしてるんですけど、上から押すとすごい、すげえ硬い、全然へこまないんですよ。そうですね、面でこう押すと、こうポンって押してもバインってこう、ね、跳ね返る感じもありますよね。これがあらゆる方向から体支えてくれますので、寝返りがすごくしやすいんですよね。やっぱりこう寝返りって体の巡りを促して疲れ取ったりとか、あと腰痛を防いだり、本当に大事な役割、ね、そうなんです。柔らかすぎると沈んじゃって、そうなんです、腰だけ沈んじゃうのが結構肩こりとか、ね、腰痛の原因になりますからね。高反発がいいよ、そうなんです、うん、エアウィーヴ独自の反発力で寝返りとてもしやすいの と、 と負担のかからない寝姿勢を保つことができますので、まあ、腰肩楽なんですけども、多くの一流ホテルや旅館、さらには病院や介護施設で もう続々と採用されてるんですよね。この寝心地ぜひ体感してください、はい、お値段なんですが、はっきり申し上げてエアウィーヴ、大変お高いです、イメージあるんですよね。10万円を優に超えるものあって、なかなか手が出ないという方もいたかもしれません。ですが、今日ご紹介の高反発マットレスエアウィーヴスマート通販限定モデル、なんと税込み33,880円です。そうなんですよ、店頭で35,000円以下で購入できるモデルって正直ないんですよね。 なのでぜひお申し込みは 0120-1242-86 です。愛用している皆さんからも感想届いてるんですが、フィギュアスケーターの浅田真央さん、寝た時の感覚がよく、体をふわっと持ち上げてくれるような感じがあって、そのおかげで寝返りも楽に打てるようになりました。朝起きると体も心もすごく軽いです。私も使ってるんですけど、本当そうですね、やっぱり腰の痛みっていうのが、軽減されたので、マットレスのこの厚さなんですが、およそ4センチあります、専用カバーは外して洗濯機で洗えるだけではなくて、驚きなのが中のマットレス、これ本体も水洗いできるんですよ、確かに素材的にはいけますよね。そうなんです、お風呂場でこうシャワーでシャーって洗っていただけますので、ダニとかカビの心配もないですね。なるほど、清潔に保てますので、あの病院ですとかお子さんがいるご家庭、アレルギーが気になる方にも選ばれてるっていうのはそこのポイントなんです。ただし本当に大人気の、今回も、ね、殺到していただいてなので、
お電話でのお申し込みが明日28日水曜日の夜7時まで、19時までとなってます。ただ準備数なくなり次第終了となってますので、ぜひ1年頑張った自分のご褒美おすすめします。ぜひお早めにお願いします。今お使いの敷布団に重ねるタイプの高反発マットレスエアウィーヴスマート通販限定モデル、税込み 33,880 円、セミダブルダブルサイズについてはお電話でお問い合わせください。関東1都6県は送料無料です。お届け返品についてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86、0120-1242-86までぜひどうぞ。前島アナウンサー、ありがとうございました。ありがとうございました。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、実はこれらの対象者の約5人に4人が給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。まずはあなたも対象かご確認を。この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。お電話は 0120-70-7000番、 70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。出光興産主催無料オンラインコンサート、未来を奏でる音楽会を開催。聞きなじみのあるプログラムとオンラインならではの楽しいコーナーも用意しています。配信は12月17日から2月16日まで。詳しくは未来を奏でる音楽会で検索してください。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。あなたとハッピー、柿穴忠です。那須恵理子です。明日、今年最後の水曜日は森拓アワード2022。森永卓郎さんが印象的だった出来事を振り返ります。ゲストは明治大学教授の堀田俊吾さん。科学の力で元気になる方法を教えてくれます。あなたとハッピーは明日の朝8時スタートです。あなたのきっかけ教えてもらいましょう。この時間はきっかけコミュニティがお送りします。毎週ま、ごめんなさい。毎週火曜日のこの時間はこちらです。あなたのきっかけ、教えてもらいましょう。何言い方がいつも違う。産経新聞が作る、ちょっと大人になりましたね。インターネット上のファンコミュニティ、きっかけコミュニティの登録者と様々な話題を話すことで毎日が楽しくなったり、世界が少し広がったりするようなきっかけを一緒に見つけていけるウェブサイトです。このコーナーではそのコミュニティサイト、きっかけに引っ掛けて、リスナーのあなたから様々なきっかけを募集しています。今週は新年の目標、決意を決めたきっかけを送ってもらってます。番組メールとともにコミュニティサイトきっかけ内でも皆さんのエピソードを募集してます。早速ご紹介していきましょう。けんちゃんお願いします。はい、ではきっかけコミュニティよりいただきました。ラジオネーム福ちゃんさんです。今年の9月に喜寿、77歳を迎え、我ながら年を取ったなと思います。今アルバイトをしながら月に3から4回仲間たちとテニスを長く楽しんでいますが、新年を迎えるにあたってさらに体を鍛え維持するために新たな運動をやる予定です。具体的には決まってないけど実施する決意です。いやーすごいな。テニス月に 3,4 回やってたらもう十分ですけどね。結構ですけどね。77で素晴らしいですね。テニスやってんの、うん、でもこれから本当にちょっと筋トレとかしないといけないですよね。本当そうなのよ、うん、どうします。私も本当に体動かすのやっぱ年取ってな元気な人って最低限の筋トレしてるんですよ ね、 かね今からきついんだよな。筋肉がなくなってくるから、うん、やっぱ歩くだけじゃダメです。ちょっと筋トレとかしないと。そうなのよ。それこそさ、うちの子がちょっとテニスサークルみたいなのに通い始めて、
今までスポーツしてなかった、うん、近くの、うん、で 俺もこう学生時代テニスやってたから、うん、そのうちなんか行った旅行先にテニスコートとかあったら、一緒に、ね、子供と一緒にできるようになる。だからちょっとやっとかなきゃさ、テニス、うん、ね、久しぶりに。テニスはなかなかすぐできないもんね。なかなか、そうですね、そう、仲間もいないといけないし、一人じゃちょっとできないかな。一人でなんかまたねスクールに通うのもちょっとね。確かにね。でも相当走るよテニス。走るからね。そうですね。ちょっとね、十分ですけどね、テニスだけでもね、77歳、この方はもう健康ですし、水泳とかかな、あとは、あー、新たな運動ね、やるとしたら。でも一番めんどくさいじゃないですか、服とか髪濡れるし、着替えなきゃいけない、着替えて全部じゃん、そんなのだって、だから汗かかなくてよくて汗かかないよ、水泳は。着替えなくていいやつがいいです、ね、着替えなくていいやつ、運動で着替えなくていいやつか。もうあれでしょ、もうラジオショー終わり帰りに歩いていけるところでしょ。そうですね、が一番いいよね。本当なんか筋トレが一番いいんですよね、多分ね。そうね、つまんないんだよな筋トレって本当これそうそう、ジムだな、狙いは思い越し上げないと決めない。そうなんですよ、この、ね、きっかけコミュニティの投稿をきっかけに本当だよね本当だよね、考えちゃうね、考えないといけないですね、来年は。はい、続いてこちらもきっかけコミュニティよりラジオネームミカさんです。つい先日夫と車で今年の目標の話になり、今年ももう終わるけど目標だった新居は買えなかったねと、その流れで来年こそはねと新年の目標が決まりました。あ、なるほど。目標の持ち越しになってしまいましたが、来年こそは叶えたいです。なるほど ね、 ね、そういう持ち越しで、ね、まあ、来年の目標決めるっていうパターンもあるもんね、うん、そうですね、うん、私は家とか、うん、そろそろ買うってことも考えなきゃいけないんじゃないか派なんですけど、はいはい、うん、うちの旦那は、うん、だって家買ってさ、もし隣の人が変なやつだったらどうするみたいな、そういうずっとだよみたいな、そう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 、そうって思っちゃうともう買えないね。そうなんですよ。そういう不安なかったですか、家買うとき。やつ、まあ、あるけどね、うん、思ったけど、うん、もうしょうがないよね、だってってことですよね。考えたことなかったわ。そう、本当ですか。偵察しに行ったりしなかったですか。いや、ない、偵察、あ、そう、夜道が危なくない、空き地だったからかもしれないな、空き地っていうか周りも あんまり何もなかったからかもしれないけど、そっか、でも本当はそのね、うん、今はその隣が駐車場だから、例えば日当たりがいいっつっても、うん、そこに何か立つかもしれないね。変わるからね。後々もうどうなるか分かんない、引っ越ししてくるかもしれないし、あとから確かにやばいやつがね、ばっかりはね、考えてもしょうがないんだよね、うん、それも考えてもしょうがない、言っときます、言っといて、はい、そんなもの考えたら何もできないよ、しょうがない、言っときます、ダンスに。さあ続いて、うん、ラジオネームこしあんさんです。私の来年の目標はダイエットです、うん、食べるのが好きで、自分の中では少しぽっちゃりしてるけどそんなに気にしていなかったのですが、うん、先日大掃除をしていたら裁縫箱が出てきて、メジャーでウエストを測ってみたら、はい、あと5センチでメタボになってしまうことが分かり、この目標が決まりました、うん、腰や膝も痛かったので、うん、これを機にお正月が終わったらダイエットスタートします。食べようとしてるね、もう完全に。かわいい。これ絶対だってリバウンドするパターンじゃん、それはね。やっぱね、こうなるんですよ。来月からとかね、そうなんだよ。絶対キリがいいとこから始めようとするんですよ ね、ダイエット。で、終わる時も、ね、その終わったらすぐ食べちゃうと。そう。ね。で、お腹いっぱいになったらね、思うんですよ。あ、ダイエットしようって。ね、人間だよ、人間。人間ですよ、ね。キーちゃんは今年結構成功したもんね、うん、ダイエット。そうですね。でもなんかもう、あの習慣になりました、生活が。すごいじゃん。もう太んない気します。嘘。戻ってない。全然戻ってないです。普通に3食ちゃんと結構食べて、炭水化物も食べてるんですけど、うんうんうん、もう、簡単ですね、マジで、ダイエットって。寝る前に食べなきゃいいだけです。早めにご飯食べて、6時ぐらいに食べて、寝るまで何も食べなきゃ太らないです。でも寝る前にテレビを見て食いたくなるよ俺。でそれをやめたら太らないです。でもう大丈夫なんだ。全然平気になりました。お酒飲みたいとか、うん、そういうのもある。何も食べないでドラマとか見れるの、はい、エルピスとか。いや別に何も食べないでドラマ見れますよ。エルピスそんな菓子食いながら見るタイプのドラマじゃないですし。勝手にごめん、ケイちゃんはもう家でドラマ見てポリポリ食ってる。いやいやいや。勝手にそういうイメージだったけど。全然マジで、ね、違う、はい、お菓子も。
お菓子食べないですね。あ、でもあのご飯食べた後にお菓子食べる時もありますけど、だらだら食べなければ太んないですね。痩せはしないですよ、痩せるってなってやっぱちょっと減らさないとダメですけど、太りはしなくなりました。いやまあでも意思がね、そうちゃんとしてるってこと。可愛いですね。でもけいちゃん、いわく簡単だそうです。簡単です。太らないのは。まあ、来年太るかもしれないですけど。頑張ってください、ということで、来年もリスナーのきっかけエピソードを紹介していきます。再来週のテーマですね。はい、こちらも新年の目標、決意を決めたきっかけです。皆さんのきっかけとエピソードを書いて番組までメールをください。受付メールアドレスは rs@1242.com。rs@1242.com。懸命にきっかけと書いて送ってください。うん、そしてコミュニティサイトきっかけ内でも皆さんのエピソードを募集しています。まずきっかけコミュニティと検索をします。トップページの中にあるあなたのきっかけを教えてもらいましょうのパートから投稿大募集と書かれた最新の投稿テーマをクリックし、コメントするから投稿できます。ナイツザラジオショーのロゴが目印です。なお投稿にはきっかけへの会員登録が必要です。このコーナーでメール投稿が採用された方には番組ステッカーときっかけオリジナルグッズのスマホクリーナーをセットにしてプレゼントします。以上、あなたのきっかけ教えてもらいましょうでした。はあ、なんかつまんないな。ここ数年で人とのつながりも減ってしまったし。そんなある日、とあるコミュニティサイトで普段感じてることをつぶやいたら共感してくれる人がいた。嬉しかった。他のユーザーと意見交換していろんな価値観があると知った。自分のコメントが新聞に採用されたらもっと共感の輪が広がった。参加企業のイベントも体験した。そうしたらいつの間にか社会の出来事にアンテナを張るようになっていた。一つのきっかけで私の毎日が生き生き動き出してきた。最近かなり楽しいかも。そんな思いを生むきっかけになりたくて、産経新聞社のコミュニティきっかけ登録は無料です。詳しくはきっかけコミュニティで検索。あなたのきっかけ教えてもらいましょう。この時間はきっかけコミュニティがお送りしました。The Radio Show。ここで産経新聞のファンコミュニティきっかけからのお知らせです。今日は一般社団法人移住交流推進機構ジョイン事務局次長の渡辺明正さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。渡辺さんは3月以来のご出演です。そうだね、はい。今日は何でしょうか。はい、その際にご紹介した、産経新聞のコミュニティサイトきっかけ内にある地方が気になるコミュニティ移住もありかもについてのご紹介です。うん、前回はコミュニティの話を通して移住が増えているというお話をしましたが、今どういった方が移住に興味を持っていると思いますか。ビッグダディ。ビッグダディ移住しまくってるよね。まあ、いやもうちょっと広い方がいいね。ビッグダディだけ。イマルさんもね、うん、奄美大島に行きましたけど、やっぱあの仕事をリタイアされた方とかですかね。はい、ああなるほど、そういうことか。はい、はい、あのそうですね、リタイア世代の移住希望はもちろん若いファミリーも結構多いんです。今年の内閣府の調査では23区に住む20代では2人に1人が地域暮らしに興味を持っているという結果が出ています。そうした移住について全国の地域と地方が気になる方がリアルに交流できる場としてジョイン移住交流&地域おこしフェア2023というイベントを開催します。こちらは地方が気になるコミュニティを運営する産経新聞も協賛しているイベントです。来年1月14日15日の2日間会場は東京ビッグサイト南1ホールです。きっかけは掲示板でのやり取りがメインですが、ここではリアルに話せるということですね。どういったイベントなんでしょうか。はい、全国から300を超える自治体地域が移住交流相談ブースを出展して、自治体の移住担当者をはじめ地域の方々と直接相談ができます。初日の1月14日土曜日は山梨県で農業に取り組む俳優の工藤飛鳥さんが来場し、
開会式のテープカットやトークショーを行います。さらに産経新聞もステージイベントに登壇し、地方創生や移住に関するオンラインコミュニティの活用事例などのお話をする予定です。ステージ以外でも地方暮らしで活用したいトレーラーハウスの展示や産直マルシェ、ポケマル商店街など様々な企画を用意しています。楽しそうですね、なんかね、企画ね、ね、興味深いですけども、ね、ビッグサイトでやっていると、はい、ということですね。はい、はい。入場は無料、事前登録が必要です。詳しくはきっかけコミュニティ内の地方が気になるコミュニティ移住もありかもをチェックしてみてください。はい、渡辺さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。時刻は2時54分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク畑中さん、お願いします。はい、お伝えします。2時前のニュースでもお伝えしました、岸田総理大臣は今日、政治資金問題や公職選挙法違反疑惑が相次いで発覚しておりました秋葉復興大臣を事実上更迭しました。で、後任には元復興大臣の渡辺博道氏が再登板します。渡辺氏は先ほど記者団の取材に応じました。総理からはですね、経験を生かしてしっかり対応していただきたいというお話でございました。私自身もですね、過去の3年前でありますけれども経験がございます。被災地の信頼関係というのが大変重要だというふうに思っておりますので、被災地の皆さん方にですね、信頼できる大臣でありたい。また岸田総理大臣の発言も入ってきました。本日付で秋葉復興大臣から通常国会における予算や多くの重要法案の審議に影響のないよう、先週復興予算がまとまり本日復興推進会議を終えたことを区切りに辞任したいとの申し出があり認めることといたしました。大臣が辞任したということについては私自身の任命責任について重く受け止めております。岸田内閣の閣僚辞任はおよそ2ヶ月で4人となりました。変わりまして、埼玉県飯能市で夫婦と長女が殺害された事件で、現場の住宅の防犯カメラに鈍器のようなものを持った男が被害者を襲撃する様子が映っていたことが分かりました。警察は夫に対する殺人未遂の疑いで逮捕した斉藤淳容疑者と見ており、詳しい状況を調べています。なお警察は容疑を殺人未遂から殺人に切り替えて斉藤容疑者の身柄を検察庁に送りました。岡山県に本社があるオハイオ乳業は、資材やエネルギー価格の高騰を理由にアイスクリーム18品目を来年3月1日の出荷分から値上げすると発表しました。このうち希望小売価格を設定している14品目の値上げ幅は10円から43円で、ジャージー牛乳ソフトは216円から237円に、バニラモナカは540円から583円となります。この時間のニュースは以上です。畑中さん、ありがとうございました。山内圭介コンサートツアー2023、4月28日金曜日、大宮ソニックシティ大ホールで午後2時開演。チケットは1月25日発売開始。詳しくはエールプロモーションのホームページをご確認ください。はい、メールがね、はい、アジさん似ている、といえば、うん、M1 のウエストランド井口さんに、うん、アイドル鳥越さんが、あ、そうそう、見ました。そっくり、そっくりでした。似すぎていて嫌だな、井口さんも言ってます。ちなみにアイドル鳥越さんは、うん、オキシジェンの三好さんと、うん、サソリ炭酸水というユニットで M1 に出てました、参加してましたね。あの三好くんがね、なんか去年や、あ、今年か、うん、やったライブで、うん、三好くんといろんな人コンビ、はい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 、俺も呼ばれてやってたんだよね、はいはいはい、うんうん、その時にアイドル鳥越いたんだよね。そうなんだ。でその時に多分やったネタを、やってたんだ、うん、コンビやってたんだ。確かにアイドル鳥越に似てるな。めちゃくちゃ似てました。なんか寄せた写真がなんか載ってたんですけど、うん、そう、
そっくりですよね。カツラかぶったアイドル鳥越が、うん、だから逆に井口くんがロン毛になった、うんうん、ら鳥越になるの。鳥越になるんだよ、ね、うん、どっちが大きいのかな。同じぐらい。あ、どうだろう、同じぐらいかもしれないですね。そうだね、超面白いじゃん、うん、確かに、入れ替わって、それなんか今一緒に出てるの。そういうわけじゃなくて、なんかネットで鳥越がなんか写真載せてるみたいな、うん、マジで気づかなかった、うん、意外とだ、似てる人シリーズのかもしれないな、ね、うん、はい、タイタンいるかいないかクイズ、はい、ビビアンさん、うん、ヒューマンライジング三輪。うわ、いそうだけど。ヒューマンライジング三輪。ヒューマンライジング三輪いる。いる、タイタンいます。いるか。女性ピン芸人です。女性かい。 50m を5秒から6秒台で走るそうです。女性で、はい、おうち時間が増えたけど何をしていいかわからないあなた、じゃじゃん、滝井の種種高品質だから初めての人も大丈夫。お父さん、あ、私でも育てられました。個人の感想です。これなんだ。通販ごっこ。新しいな。おうち時間を新しく、種の滝井。築地本願寺の合同墓、江戸の地で400年、歴史と伝統の寺院にお墓を持つということ。築地本願寺の合同墓は皆様の思いに寄り添うお墓です。あなたの選択肢に、築地本願寺の合同墓。ザ・ラジオショー3時です。ナイツの土屋です。花輪です。火曜パートナー相席スタート山崎圭です。さあ、それでは3時に、ね、なりました、はい、天気予報圭ちゃんからお願いします。はい、東京地方今日の天気は晴れ、日本放送屋上の温度計は 10.7 度、湿度は 34.6%、 関東は青空の広がっているところが多く、今夜は広く晴れて北部の雪も止む見込みです。明日は多少雲が広がる程度で晴れるでしょう。空気の乾燥した状態が続くため火の元にご注意ください。汗かかなくて疲れなくて家から出なくてもできる運動を知っている方いたら教えてください。あと毎日とかじゃなくて週1回やればいいやつみたいなやつもお願いします。以上、健康天気予報でした。そういうやつ欲しい。ないよ、そんなマジで。ないっすか。そうだね、1回やればいい。1回やればいいやつ、ね、1日1回ありますって言ったらやるでしょ。なんか怖いでしょ。知らないからとんでもない動きなのかな。詐欺で詐欺おりますよ。あ、うん、難しいな、やっぱり。そっか、汗かかないといけない。これすごいね、このメール。マンゴー赤ちゃん、うん、地元の宮崎は、うん、M1 が30日の深夜に放送されます。しかも2021年分は今年の1月に放送されてます、年に2回 M1 放送されてしまってます。毎年ネタバレをしているので面白さは半減です。宮崎だって1週間以上遅れてくるの、ね、宮崎ね、意味わかんないね。こんな大きな大会になってるのに、うんうんうん、ね、でも遅れてでもやっぱ 再放送するんだ ね、 そ ね、もうだってネタとかなんかに上がってますよ ね、 多分ね。それを何を優先にしてんのかって話だよね。確かにその時間何やってるんですかね。地元のタレントとか出てるのかな、わかんないけど。確かに、だかテレビ朝日枠みたいのがないのかもしれないし、ね、地方もあるもんね、まあ、あるけどさ、何なんだろうね。お皿振りがあるはずだよ、なんか多分。確かに、うん、TVer とかそういうので見なきゃ。そっか、そうか、テレビ朝日が映んないのか、うん、そういう系列がないのかもしれない、ね、BS テレ朝、BS 朝日とかでもやってないのか、うん、そうね、あ、どうなんだろう、BS 朝日やってんのかな今。ダブル放送やってんの分かんないけど、なんかね、うん、人気コンテンツだったらあるかなと思って、ね、不思議だね、うん、あのさっきのね、はい、ラッコの情報ね、うん、カニドリアさんから来て、ね、タイタンのホームページにラッコのキャッチフレーズ的なコメントが書かれてました、うん、男2人のスタイリッシュな不条理漫才でした、うん、これ、うん、井口さんが一番キレるタイプの、うん、確かにな、スタイリッシュな不条理漫才って、そうはね、井口くん嫌いそうだね。確かにラッコと、そうですか、うん、これちょっとまたね、うん、知らない芸人まだまだいますよ、ね、うーん、メールお待ちしております、はい、日本放送 The Radio Show。 ズーム
辛坊さん頑張りますか。僕頑張らないです僕頑張るつもりもとないです。ないです。僕はもう本を売っ飛ばしてですね安楽に暮らす夢の印税生活頑張ってください。辛坊治郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。さあ、それではコーナーに参りましょう、はい、お願いします。山崎圭男と女のあれこれ。こちらは男女の関係における難解なあれこれにお答えするコーナーです。どんな関係性でも男女の心のもつれをご相談ください。よろしくお願いします。はい、ラジオネーム嬉し涙じゃじゃ丸さんです。どうして女の人って数年前はメールに絵文字がないと不愛想とか言っていたのに、うん、今はメールに絵文字があるとダサいっていうの、うん、あの時絵文字を使うように教育されてなかったら僕今も絵文字使ってないし、うん、なんならデコメとかいう目がチラチラするくらい絵文字が動くメールの教育も受けたしという。その60歳くらいじゃない多分。どうですかね、年齢ちょっと書いてないですけど、でもやっぱそうよ、一時期までは絵文字があった方がいいって言ってたよ。確かに週一で週一でやってました。やっぱり中山秀さんがもう、うんうん、吊るし上げられてた。やっぱダメな典型的にダメなおじさん文字使ってるおじさん、おじ文字って言われるらしいね。おじ文字、どういうやつ。何その例えば iPhone とかのさ、あのお盆師匠のメールだった。 LINE お盆師匠のメールとかさあのゴルフのマーク、ゴルフ行きましょう、ゴルフのゴルフマークとか、うん、あれダメなの。あれダメ。とにかく多いから。あれは記号を組み合わせたやつは、こうなんか、あ、嫌だ嫌だ、それ一番嫌だ私。なんで嫌なの。いやいや、それ一番嫌だ。顔文字でしょ。文章は簡潔にして、うん、スタンプ1個とかがいいんでしょ。まあまあそうですかね、うんうん、そうかも。え、これなんでダメなの。なんか、いや、絵文字が今あるのに、それ気持ち悪い、それ。気持ち悪いの。なんかその一番初期のやつじゃないですか、それって。絵文字がなかった頃の、カッコとかのやつ、カッコの。カッコじゃん、それって。カッコと W じゃん、だってそれ。いや、そういう理由でじゃないですか。いや。でももう普通にだってもう予測変換出てくんだもん。うん、それなんかキモいんだよな。すいません、みたいなの後のこれに。ペコみたいなやつね。そうそうそう、M でこう、ペコみたいなやつね。やだやだ、それやだ。ちょっと しつこいんだよね。しつこいんだと思う、それは。うん、確かに。でもこういうのがなかったらなんかさ、うん、なんかそっけないみたいに言われてた時あったよね。うん、まあそうですね。うん、まあ確かに一個ぐらいはなんか入れてほしいけど、うん、なんか全部こう対応し、確かに今さっき言ってたみたいに、うん、ゴルフって書いてあったらゴルフ、うん、飲みに行こうってなったらビールとか、そういうのが結構なんか気持ち悪いのかもしれない。気持ち悪い。飲みに行きましょうよとかだったら、うん、全然違くてもいいからにっこりとか、うん、なんかそのか。対応しすぎるとなんかその、必死、なんか必死感があった。必死じゃねえよ、別に。若者っぽく。必死じゃないけどさ。感じに見えるのか。なんとこう、急に気持ち悪いってなっちゃうの。なんかもうダメ、昔、一昔なんだろうな。そうです、一昔なんだよ。あ、そう。うん、やっぱりもう昔じゃん、それもなんか。伝わんないよ。象形文字とかそういうのと一緒じゃん。象形文字、うん、変ななんかね。え、そのもう字の習わしみたいなことになってるってことからね。やっぱりその、いらないってことだよね。確かにね。本当にでもこれがまた、なんか良くなる時期が来るんじゃないの、マーク。来んのかな、ブームで来るんじゃないの。確かに、でも男の人ちょっと難しいですね、文字ね。難しいわ。文字文字ね。うん。さあ続いてラジオネームキジトラトラちゃんさんです。どうして男の人ってカバンの中や洋服のポケットにゴミみたいのが入れっぱなしなんでしょうね。レシートとかの紙類、おにぎりやお菓子の包み紙とかちゃんとゴミ箱に捨ててほしいし、洋服のポケットにティッシュが入ってて洗濯しちゃった時なんて本当大変だったんだから。そのなんかやっぱりゴミ箱がない時あるんだよ。ある。確かにね、うん、なんかね入ってると安心感があるんだよね。なんか今だとな、ちょっとおしぼりね、おしぼりね、お店で持って帰ったやつちょっとカバンに忍ばせておくとなんか安心するんだよね。で使おうと思ったらもう干からびてる、干からびてる、干からの時ありますよ。干からのやつもね出てきたりするんだよ。毎回あの大宮から乗るじゃん、はい、そのさっき新幹線東北の方行った時ですね、うん、で事務所から取ってもらったチケットがさ、うん、東京行きみたいになってるから帰りさ必ず出てくるんだよ。
大宮の。ああ、なるほど、一回ね。まだ使えますよ。はいはいはい。あ、もう出口なの。そう、それがすっげえめんどくさいの、その。なんでなんで。そのチケットが、ゴミになるから。ゴミ箱にないから。その先にゴミ箱がない。大宮駅ないから。改札出ちゃうとね。そう、それをずっとなんかポケットに入れとくのが嫌で、そう。細かい話。車のゴミ箱に入れるまでに、その、これをポケットに入れて、ね、ポケット入れてって、また忘れて、洗濯の時になんかやっちゃいそうみたいなのが嫌で。嫌なんだね。嫌だよ。私、あの、飛行機の時に、うん、あの、紙2枚ぐらい出るじゃないですか。座席表と、あと名前が書いてあるやつ。うんうん、あれを、空港出る時に、ゴミ箱に捨てようかなと思うんですけど、一応名前が書いてあるじゃないですか、自分の。そうそうそう。これってなんか、あんまりよ、個人情報、でも多分何に悪用されるかわかんないけど。あれ持って帰る。持って帰ります。いつも迷っちゃうんですよ。ここ捨てたら何か別に、まあ、これ、名前知られるぐらいじゃん。飛行機の中のゴミ袋入れないの？うん、だから家まで一応そのまま持って どうしようと思ってポケットに大体次も入ってるんですけど、ね、捨てるタイミングもないんだよ ね、穴か JAL かね、どっちかは1枚なんですよ。穴が多いのよ。そう、どっちか2枚出ますよね、うん、穴がね1枚多くて、うん、JAL が1枚少ない気がする。少なくていいですよね。JAL はね、JAL はもう1枚出してもいいと思う。なんでよ。俺はいやいやスマホのやつが、うん、なんか、うまくいかない。あ、だから、そう。だから、紙がいいの。あ、じゃあ、あの、こういう四角、うん、あの、こういうプレートみたいに出されるやつ、ね。四角出された時恥ずかしいの、あれ。わかる。QR コードを、そう。出す紙が1枚あればわかる。そう。穴は1枚多い。JAL は1枚少ない。統一してほしい。正解は何枚でしょう。正解は何枚でしょう。うん、はい。正解。それでは本日の結論をまとめます。はい、皆さん。絵文字を使うのは今はやめておきましょう、うん、おすすめは中山きんに君のスタンプ一択です。パーあー持ってるわ。万能なのね。私も持ってる。持ってる。もう買いました。疲れた時にパワーとかね、うん、そういうのやる。万能スタンプがあればいいのか。確かに中山きんに君さんのパワーアップ使うな。ありました。もう絵文字は使いませんじゃあ、はい、はい、さあというわけでこちらのコーナーではメールをお待ちしております。宛先は rs@1242.com 懸命に男と女と書いてください。たくさんのメールお待ちしています。熊谷美穂です。私たちが作った来年の日本放送アナウンサーカレンダーは、三省堂書店、有林堂、法輪堂書店の一部店舗と書店グランデ、書店ブックタワーで好評発売中です。数量限定です。お近くの書店でお早めにお買い求めください。札幌、あの人気 CM 大人エレベーターがトークセッション番組としてポッドキャストで配信中。その名も声の大人エレベーター黒ラジオ。各ポッドキャストアプリで大人エレベーターと検索してぜひ聞いてみてください。飲酒は二十歳になってから。ビッグカメラ小島、歳末感謝セール。当社指定の大画面テレビに買い替えで、今お使いのテレビを最大5万円で下取りします。他にも対象の冷蔵庫、洗濯機、エアコンを購入で通常ポイントに加えてさらに最大1万ポイントプレゼント。詳しくは店頭ホームページで。ここで中央事務所よりクレジットカードの利用経験者に現金が戻るかもしれないお知らせです。現金が戻ってくる？どんなお知らせですか？はい、あなたは過払い金をもう受け取りましたか？実は勘違いから多くの方々が未だに過払い金を受け取っていないようなんです。今日はその勘違いについてお伝えします。どんな勘違いがあるんですか？まずは過払い金の対象となるカード会社の範囲です。消費者金融はもちろんですが、実はデパート、スーパー、銀行系列のカードローンも対象です。また現在返済中の方も対象ですよ。その他は？利用金額が少なかったり利用期間が短いために自分には過払い金がないと思い込んでいる方が多いみたいです。あとは手続きをすると信用情報に影響が出てしまうとかですね。手続きしても影響はないんですか？はい、関西語なら信用情報に影響はありません。また利用時のカードや書類も必要ありませんし、記憶が曖昧でも大丈夫です。それは助かりますね。このように勘違いから過払い金を受け取っていない方が多いようです。クレジットカードを利用した経験のある方は間違っていても構いません。あなたが対象か無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。 The Radio Show。
聞きの番組は FM93AM1242、 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。若い子なのかな、ドープネスさんという方ですね、うんうん、土屋さん、はい、LINE で絵文字を多用するおじさんマジキショイです何なのキショイって。上司から来る LINE は、上司から来る LINE は大体最初に、うん、ヤッホーの後に、うん、赤いびっくりマークが3個ついていて、うん、何かお願いするときに、うん、お願いねとねをカタカナにするのが本当に無理です。可愛いじゃん。お願いねとかはやんないよ。ワンポイントでさ、いやいや、あのユートピアのイメージよ。よろしくね。いや絶対違う、ね、絶対違う、うん。ユートピアのイメージ。そうなんだね。全部全部嫌ですね。全部嫌だ。ヤッホーも。ヤッホーめっちゃ嫌だ。やだ、ヤッホーめっちゃやだ。ノリは相当あれきついね、この人ね。私はこういう女の子が喜んでたんでしょ、こういう。いやいやいや、これは昔もダメなんじゃない？ダメだろ。語尾のカタカナの、ね、そういう変なノリじゃなくて、普通の文章に、うん、まあ、ペコリマークとか、うん、なんか汗のマークとか、うん、そういうのがな、そういうのもキモいのかな。うんそうですね。ヤッホーとか、そう、お願いねは気持ち悪い。何送ってんの？その、若い女の子とかじゃない？若い女の子じゃねえよ、別に。若い女の子と何しないけど、うん、普通にの、ね。やっぱりね、そういうとこは、うん、あの、50の人はうまいよね。あ、上手ですか？うん、50の、京子さんとか、うん、あの、リーダーとかすごい来るけど、うん、やっぱりそんなしつこくないもんね。うん、ペコリぐらいだもんね。あ、そう。うん、そうそう。うん、そこら辺はやっぱり分かってるよね。やっぱり、まあ、ペコリと汗、うんうんうん、汗ぐらいは全然、うん、とあとまあにっこりマーク、うんうん、全然いいですね、うん、ね、うん、あとはそのペコリはまあこの M で使ってもだから別にその絵文字のこうペコって土下座みたいなやつあるじゃないですか、頭下げて、うん、そっちの方がいいですよ、うん、あそう、うん、文字のやつキモいなんかで、キモいんだよ。目が T になってるやつとかでしょ、こういう。そうそうそう、目が T の泣いてるやつとかな。だから初期のやつですもん、これ。汗がこうなんかあの、点々あの、コロンみたいな時刻のやつみたいなやつでしょ。あれいいじゃん。やだあれダメなの？あれ大発明だったけどね。これ、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 片方だけ汗かいてるやつ。そうそう、片方だけ汗かいてるやつ、あれ。確かに、最初は大発明でしたけど、なんだろう、なんか、すごいニュアンスなんですよね。びっくりマークも、普通のびっくりマークだったらいいけど、絵文字の赤のびっくりマークはなんかちょっと嫌だとか。あ、そうなんだ。ハートもなんか、普通のハートだったらいいけど、あの、トランプのハートをわざわざ使う感じとか。何トランプのハート？トランプのマークのハート、赤い真っ赤ななんか。ハートだとなんかちょっと気持ち悪いとか。お父さんとかから来るやつ。そう、お父さんからはさすがに来ないですけど。結局送ってくる人が。まあでもそれは本当じゃないの。結局そう。ね、うん、イケメンから来たらそれはもう、まあ、ありなハートになるんでしょ。まあ確かにそう、それもダサくて可愛いみたいになるかもしれない。あの、あ、そういうことなんだよ。分かってるって言われるよね。分かってる。分かってやってるっていう。あえてなのかなとか。おじさんが分かっててやっててもダメなんでしょ。分かってる。確かに。ヤッホーはダメだよね。ヤッホーとカタカナのねは結構。究極ですね。禁止ね。究極。禁止。で、この、うん、わざわざ半角カタカナとかにするやつもいるじゃないですか。そのねを、その、ちっちゃいカタカナにして。わかる。どうやってやんだよ、逆にっていう。ゴミズレしな。テクニックも、テクニック持ってんだよね、結構、ね。そう。おじさんの方が意外と。そうなんですよ。やっぱり普段から、うん、たくさんの人に送ってる人なんじゃないの？そうだね。そうなんだ、ね。やっぱ、まあ、友達多いんだよね、そういう人って大体ね。いろんな人にね。いろんな人に送ってる人だと思うよ。そういう人はだから結構キモいとか思われても別に気にしてない可能性あるし、ね、そういう人って、うんうんうん、だってメリークリスマスとかわざわざ言ってくるおじさんとかすごいなって思いますもんね。だからいろんな人に送ってんだろうなって。そう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 、本当だよね、うん、メリークリスマスって、メリークリスマスの動画送ってくる人って、うん、動画あのなんかどう返したらいいの。畑健二賞とかでしょ。畑健二賞とかなんかお面白動画みたいなさ、うん、男性が股間にさ、うん、鈴つけてさ、うん、ディンジリディン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 みたいなやつをこれ何をどう返したらいいのか分かんない。せめて自分のだったらいいですけど全然関係ない人ってことですよね。全然関係ない。そうそうそう、内藤隆さんのマネージャーさんとかがそのこれ坂口京子さんとかからありがとうございますも変だし、なんで返したんですか。本当だね。大体そういう時はあの、うん、一課長関係の人が来た時は、うん、ベリーグッドですってあの本田博太さんです。
チカチョウスタンプはね。あれで、まあ、うん、全部終わるんだけどさ、ね、それ以外の人のああいう、なんか、まあ、そうね、捕鯨船の河野さんとかさ、すごい来るんだよね。開始、うん。面白動画。世界の面白動画みたいなの送ってくる人いるんじゃない？いない。いない？そんな人いない。めっちゃ送ってくるよね。畑の事象とかさ。へぇ、うん、SNS で見つけたやつを拾って、そうそうそう、ね、ってわざわざ。添付してくんだよね。それは面白い動画見つけたよっていうことで送ってきてくれるんですか？うん、面白い。うん、ちょっと、わかんない。どういうこと？面白いんですねって言ったら。いきなり脈絡もなく。受けるとかって返した方がいいのかな？こんな畑検証。まあ、畑検証の場合は、うまいですねって言うけどね、俺は。なんでも、うまい、うまいですね。どんなものでも。なんでもうまいですねって。これ、俺の畑検証やりとり、俺、ひどいわ。ちょっと見たい。なんて返して。ジングルベルのやつに対して、うん、ラジャーって返してた。ラジャー。スタンプ一つ。ラジャー。ラジャー。本当だね。でも、いろんな方に多分送ってるでしょうからね。そうなんだよね。いちいちそれで別に傷つかないんでしょうね。傷つけてやる。多分そうだと思う。ね。おじさんから来ないの？おじさんで LINE してる人いないの？おじさんっていうか、なんか何日か前から、うん、もう誰だかわからない人から、うん、聞いてたら逆にあれですけど、大輔って人からめっちゃ LINE 来るんですけど、全部無視してるんですよ。うん、え？誰しょ？知らないんですよ。誰だかも覚えてもない人なんですけど、めっちゃ来るんですよ、LINE。全部読みもせずに削除してるんですけど。いや、なわけないじゃん。この後は日本チャレンジアスリート。日本チャレンジドアスリート。この時間は田中貴金属グループ三井住友海上がお送りします。ありがとうよ。チャレンジドアスリートでした。雪印メグミルクからのお知らせです。実は年齢とともに骨密度はどんどん減っていくんです。そこで今注目されているのが骨密度を高める働きのある MBP。 この MBP を含む特定保険用食品トクホの毎日骨ケア MBP。 50ml の小さな瓶に牛乳およそ 800ml 分もの MBP が入っていて、しかもブルーベリー風味で飲みやすい。雪印メグミルクのトクホの毎日骨ケア MBP、通常1本あたりおよそ182円のところ、10本で税込み980円。1本あたり98円。送料無料。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-044-410。0120-410。雪印メグミルクダイレクトまで。なお、一家族一セット限り、牛乳アレルギーの方にはおすすめできません。お届け、お問い合わせなどについてもお電話で。日本チャレンジドアスリート、この時間はトヨタがお送りしました。1時からお送りしてきました日本放送ナイツラジオショー、あっという間にお別れのお時間となりました。ありがとうございました。明日のゲスト、クロコップ、うん、はい、はい、で来週火曜日はお休みで、再来週火曜日のゲストはスピードワゴンの小沢さんになりました。はい、はい、楽しみですね、うんうん、はい、LINE 怖いね。 LINE ね、 LINE の中の大輔と名乗る人物、フェルマーさんからね、はい、K さんに LINE 送ってくる大輔と名乗る人物特定しました、え、宮川大輔花子の大輔師匠、そうでしょう、お相手してあげましょうという。 K ちゃんかわいいね。 K ちゃんかわいいね。連絡先知ってるの？知らないですよ。いやでもじゃあマネージャーとかに聞いて LINE、うん、あの来るってこと。わざわざ聞いて K ちゃんかわいいねって、うん、聞いてたんですよ。そうじゃないですか。じゃあ無視しちゃまずいですね。師匠だからね。師匠だからね。ケイちゃんって書いてるのも怖いね。そう、しかもちゃんと漢字で、うん、本名って本当の漢字の方のケイって書いてあって、だから誰だろうね。多分なんか1回ぐらい合コンとかした人じゃないかと思うんですよね。すごい昔ね。すっごい昔1回あったか、考えすぎて、うん、なんかさらばさんの YouTube とかで、ね、なんか女芸人に、うん、なんか結婚してる女芸人に男の名前で送りつけたら、うん、みんなどういうリアクションするかみたいな試されてるんだとしたら、うん、反応した方がいいのかもしれないとか、いろいろ考えすぎちゃって、さらばの YouTube がよぎったんだ。そう、なんか分かんないですけど、なんかのドッキリなんじゃないかとか。やだね、怖っ。そうなんですよ、ね、なったら、テーブルマナーさん、ラジオショーのツイッターに、うん、今日のタイムフリーの告知ツイートが載っているのですが、赤いびっくりマーク、赤いハテナ、赤いびっくりハテナ。ああ、これね。これは、あ、これはあんま
気にしたことなかったな。ああ。でやっぱ、うん、なんだろうな。これはでもその人柄が見えないじゃないですか。まあ、その文章を書いてる人が、うん、あでもめっちゃ絵文字使ってる。そうだね。これ誰ですか。カブラギさん。カブラギさんだな。カブラギさんだと思うとまた意味が一個出てきちゃう。カブラギさん良かれと思ってつけたんだよね。そのびっくりマークとか。ね、こっちの方が伝わるんじゃない、うん、まあ、でもアイキャッチ的にはやっぱ目には、まあね、目は引きますよね、うん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 、色がないよりはさ色がないよりはいいと思うよ、ね、の方がいいんじゃない。 SNS と LINE とまたちょっと変わってくるかも。自分だけに当てられたものだから、ね、まあ、でもこれやってるってことはカブラ LINE でもやってるよ、ね、確かにやってそう。お相手はナイツの土屋信行と花間向きと相席スタート山崎圭でした。また明日。Blessed be the